始まりましたコロラジオ、まあ今日つけたんですけどコロラジオと最近つけたんですけどねうん今日の議題は恋愛モテ <laughs> るためにはどうすればいいのかうーん教えてほしいですねこれね よしっからスタエプソ よし誰か持てる人来んかな持てる人来てくれさあどうやったら持てるんでしょうかねちょっと恋愛系の動画を見ようまずは恋愛系の動画からはいこんにちはカインくん今日はずっ配信ですねで今日の議題は恋愛です いや会員どうやったらモテると思うどうやったらモテるかねちょっとモテるためのモテるためにこんちははいこんちはこんちはちょっとマジで動画見るかちょっとどうやったらモテるようなんでほんまにちょっと待ってよ <laughs> うん整形整形かまあ整形もまあ一つだよな 確かに整形、整形もね、ワンチャンね。いや、でも間違いではないんだよな。整形って大事だよな。やっぱ結局、整形ってことは顔ってことでしょまあ顔は、まあ、どうしようもないから、それ以外の部分でどうやったら持てるかな。あそれがさ、俺の中にさ、目標の一つあってさ、俺、美人と結婚するって目標あんねん。<laughs> それを達成するためにはね。どうにか持てるしかないんだけどね。うーん、整形整形かいきなりこうなんかね。確信をつく感じだね。整形か出たらモテるようになるのか。ちょっと見ておこう。いろんな人の動画をまず見て勉強していくと。勉強するしかない。俺はどうやったらモテるようになるね教えてくれ。俺に。オシャンティやな。<ラ>オシャンティやの。 むっちゃおしゃんんてもう今勉強してるからかにこコ俺むっちゃ勉強してるわ俺どうやったらモテんねんいやでもこうどうなるのかやっぱイケメンいやでもなんかな最近なんか俺が思うのはななんか髪の毛でさ顔を隠せばモテる説みたいなのないなんかあのなんだろうなんか顔微妙でもなんか顔隠しとけばモテるんじゃないかみたいなそんなのちょっとずるいと思うねんなそれはちょっとずるない方が顔はちょっときっちり出してこうぜって思うねんけど っ <laughs> ぽい雰囲気が出せればモテるんかなっぽい雰囲気はいはいはいなるほどなカップチャンネルいいなうんマスクとか マスクあー、まあ、正規バレクトあれやけん、マスクでごまかすっていうか、マスクかー、でもマスクやったら結局外したときな、結局あれになるやん、なんか微妙な感じになるやん、だけマスクかー、なんかもうちょっと、な,なんやろ、やっぱ外見的なもんはやっぱ無理あるから、なんか内面からちょっとなんかこうなんとかしていきたいな、やっぱりなんかでも、うーんー、どうやろうな。 学校とまた社会、学校となんか今だとやっぱりあれかな、モテる条件が違ってくるのかな、に条件、持てるにはどうしたらいいの清潔感ってよう聞くよな、清潔感とは何ぞや、清潔感って結局ないんや、清潔感の正体を俺に教えてくれ、もう全然わからへん、もう今頑張って動画見てるけどな、雑あのなんかモテるにはって,って動画、むっちゃ見てるわ今、<laughs> 一番目立ってる、控えめな女の子の方が好き、はぁ、男子は控えめな女の子が好き、ほんとか いや、これ多分ね、あれですね、男子は控えめな女の子の方が好きって書いてますけど、控えめな女の子の方がいけそうな気がするから好きなんですよ。これは多分違うな。うん。う,うーん。ののーまあ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 。男子は自分のものにしたい気持ちが強い。うんまあそうやな。それはまあ、人によりけいやけど、間違い、いや、確かにそういう気持ちが少ないくはないよな、多分。 うん、確かにこれはってるな。え、今日はやらんよ。コンデ雑談配信やけどこれただ画像映してるだけよ。はい、アビスこんちゃん。アビス、どうやったらモテるアビ,スのア,アビスに聞こう。アビス、モテる条件って何かね、アビス。アビスに聞いてみよう。どうなんですかねどうやったらモテるんかなやっぱ髪か眉毛とか髪は勤めてるけどな。 うん何やろうなはいすみれさんこんばんはバスケをしましょうバスケバスケしたらモテるバスケ部ってモテるんかねどの部活が一番モテるかっていうのはなんかあるよな野球部あるでしょ坊主だからモテへんでしょ野球部はイケメンでも坊主だからちょっとモテにくくなる傾向にあると思うねでバスケサ,サッカーやねやっぱいや俺もサッカーやっとけよかったかなやはり見た目いや見た目はマジであるな <laughs> いやまあ仮に何かあるやんいや確かにな。見た目見た目によってさ、その人が何だろう100人いる DJ やろう。<DJ> あと女子との絡みを直しましょう。女子との絡みを直す。絡みを直すってどういうことコミュニケーションを直すってことこんちゃ。はい、たくまさんこんちゃ。絡みを直すってどういうこと ?DJ。DJ やな今からできるな。DJ やるか。今からその辺ナンパしに行くか。DJ。 女子との絡みね。んちゃこんちゃ女子とのじゃあさ。こんばんは。はい、ケこんばんは。じゃあ女子とのさ、こうメインの会話って何な,なん。?BJ はモテるって聞いた。ほんといや、サッカーかなー。やっぱフットサイルとかさ。で、あの、フット自慢とかあるならやめましょう。自慢とかあるならやめましょう。それはないない。女子ってさ、あれじゃないアビス思うんやけどさ、一番自慢やがる生き物じゃない。って俺は思うねんな。うん、女子はほんと自慢やがるよ。 うん、俺はそれは思ったな、話してみて。見慣れない方ばかり、泣きが。え、嘘結構来てるよ。アビス、スミレさんは久々からな。スミレさん最近だからな。カインもいるし、よく。ラビスとか結構いるし。うん。ん <laughs> 自慢はダメだよね。うん。え、じゃあアビス、ち,ちなみに女子との会話で何の話が盛り上がると男やったらさ、俺やったら好きなアニメの話題とかさ、好きなゲームの話題で盛り上がるけどさ、女子とはどういう話題で盛り上がるやっぱコミュニケーションが直していこう。 見た目はまあ、まあ、時間帯の魚。ああ、多分時間帯やってくる人でだいぶ変わるから、それもあるんじゃない？それもあると思うよ。うん。どういうわどういう話題がもいけるんかっていう。こうなったら俺も寄せていくしかないんかこれ？あのあれ、俺もなんか化粧とか始めたりとかさ、えっとなんか香水とかさ、あなんやのかあと女性が好きなあの美容さ。んこれちょっと俺も美容を勉強するか。めちゃモテんわら。いやわかる。健わかる。 や,やばい一般女子と話さないから、なんとも。なあ<ー>。アビスはやり丸、はっきりわかんだね。<laughs> なんでやね。ゆう君、なんでそんなこと言う。別に、はっきりわかんだね。え、え、だ、アビスって高校生ただ、単に学校生活してたら、告られる。なんや、お前、え、なるほどな。え、でも、それはあれやろ、アビス、さすがに、その、なんも関係ない子からもって、あの、あれでしょ。あの、告られるでしょ。その、なんていうの、絡みがあった子から告られるでしょ。アビス、そうなん、それは。 絡みがあった子からもくられるんやったらそのドジャピンをつ会話の中で何かがあるはずやねん。ドジャピン？ドジャピンっていうド呼んでの。呼ん<ン>そうやっぱ絡みがあった子からモテてるわけでしょ。えー、だって全然関係ない子からモテへんでしょう。なんかこくられる。全然関係ない子からモテこくられるんやったらそれはあれやから。何べ半端ないからこくられた人まだ一三人なんだよ。モテるやつたひね。 告られた人まだ13十分でしょそんなみんなモテんのすごいね1回もコクられたことない告られたことなんか一1回もねえよ <laughs> 高校とかやっぱそういうなんか告られる可能性は高いとやっぱ高校のうちに恋愛するっていうのは大事やなスポーツ頭がいいやつが持てるわけでもないしコられたことないわいやそれなすみれくん俺もそうだよ、うん、頭がいいやつが持てるのかそれともスポーツができるやつが持てるのか バンチャ。電ンチャ僕の愛人はセイキンさんです。はい、セイキンさん。みんな何人かが福やえたことある頭良くない。ケンも頭いいと思うけどな。うん、高校で今のところ4回。高校で4回。え、それはやっぱ関わりのある女子から友達がくやえたことですよ。<ン>え、みちなすみません、こんちゃん。アビびさ、イケメンなんだろうな。あとやっぱりこうなの。中学は6、へえ。 中学は6。定期だと48のとか、はい。やっぱこの世の中は理不尽。告らられてもどうした小学二回。小学2回。2回 2> おお、じゃあ小中高。まあね、全部偶数やね。うん。246。悪魔の数字、フリーメイソンごめんね。ふざけた。告られたどうしたらいいか,からん。え、付き合ってみたらいいじゃん。俺、告られたトはトイレ付き合うけどな。どういうことかわからんけど。あ、でもちょ、男の場合さ、どうしても、なんやろう、ビジュアル気に、相手の見た目気にしちゃうやん。 俺見た目の普通に住めさに一緒にこの世界を変えましょうこの世界を買うなコロナーのみんな俺は彼女持ちなんやこの世の中がが変えたいまずで買えたいわ。付き合ってるアビス今彼女おるもんな俺は彼女持ちえ電気値彼女持ちえ電気値どういう経緯で付き合ったの教えてよ電気値俺に ら来てるよね、来ちゃってるよ。ポールシフトってのは、明日来てもおかしくないんだよね、<laughs> 赤焼きを。新世,界しか新世界を作るしか。コロさん、自分から告りましょう。いや、俺、結構ね。1、3人、全員振った。米さん、好きです、付き合ってください。い自分へ話の途中にコントか、大丈夫かと、自分に言い聞かせるんしかないんですよ。ご<通>く普通にられた。 えそれは電気はの全然普通に告られたそれは全然あの知らん人から告られたのそれとも友達として恋愛もさ俺を呼んだかい恋愛もさ,恋愛もさあ,あ呼んだ呼んだえビちゃんお前呼んだんだよ63<茶>人も振ってみたいわよっちちいや呼んだよお前を恋愛もさよアビスさん実は私も好きアビスさん実は私も好き4人アビスさん好きなのえどういうことえアビスさん4人さん4人 <laughs> ちなみに皆さんヨネあの僕のリア友ですからね ちなみにヨネ僕のリアと思うんです。あっちそっちよっちです。<laughs> 付き合うか。わらわら。おい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 。なるほどな。いや俺も付き合い俺俺告白するってか俺結構アグレッシブやねんな。<い>結構アグレッシブやからね。おい。結構女の子に可愛いからね。よっちちゃんがビスちゃん浮気してますよ。また浮気だ。また浮気だ。これおいな。おい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 。よっちが怒ってるぞこれ。いやマジで本当面白いな。いや恋愛もさが思うじゃあ何。わらわら。電気チ電気チ？電気チ彼女ってさ、彼女持ちのやつに聞くわ。 なんか友達にライン投げてもいいみたいなこと言われてそこからいや冗談だよ。なはっきり文化あんだあんだよなーあーよかった。あよかった結局どっちも知りがるやったね。ちょっと落ちっこ。いやー、電気地はでもちょっと確かにちょっとモテそうな雰囲気あるんだよな。 そうい,ういや俺も結構女の子に可愛いとか言うんだけどなアイドルにアイドルかよスミネ君君は俺と同じ村出身だなスみネ君君は多分俺と同じ村出身だわアイドルにないや俺も結構言うねんけど俺うち飲んでたら普通に今後いいなと思ったら、うん、可愛い本当付き合いたいば言うねんけどなちょっと軽すぎんねんかなもったんか重く言わないかんねんじゃないから一旦落ちるはい了解了解ちょっともうちょっとなんか重みを持たせたような俺やな コロさん付き合おう。ええー、アイドルと漫画には興味無いよはい、こんばんは、ようちゃん、こんばんは。えっ、ー、と、アイドルと漫画には興味ないよ。あ、そうなんや。え、漫画面白いで。アイドルは俺もわからんけど。漫画はおもろいで。うん。握手して、大好きです、連呼してるけどな。嘘。重く言うとは、笑。わ<ら>うモテる方法を教えたる人の前で、いきなり大丈夫かと。自分に言い聞かせるしかないんですよと、発言せよ、それか。<laughs> さ、とは以下省略。やはりオタクは持てないのがオタクは持てないやでもオタクってもう最近共和されてるでしょオタクが持てない原因じゃ原因じゃないと思うんだよな俺はオタクです。なあ、いやそうでしょアビスオタクですって言ってるやん。だけでアビスがめっちゃゲームしてるやん。下手ししね、彼女もゲーム好きだったからそれもある。なるほどな。電気ってそれはあるな。コロさんキンで釣ればいやそれは嫌やな。できる限りやっぱさ、アビスは自分を好きになってほしいやん。 いや、金もありだと思うけどな。いや、オタクの種類による。俺も普通にオタク公開済み、公開済み。やろうやけど、オタクのことが持てない原因ではないんだよ。多分あ、毛深いんかな、俺。俺、むっちゃ毛深いんだよね。じゃあ、もうまずブラジリアワックスいっとくか。ブラジリアワックスいっとくよ、これちょ。毛深いんだよな、俺。毛深いのは原因の一つかもしれへん。確かに、濃すぎんねんな、これもう本当に、もうしょうがない、俺もう本当に。でも、ブラジリアワックスいっとくよ、これもちょっともう、アマゾン、アマゾン、もうドンキで買ってくるか、本当。 まず毛深い,のを直すといやほんとにねちょっとやっぱ清潔感大事なの、ね、やっぱ毛が荒いね濃すぎるとねやっぱとりあえず永久脱毛をしよう永久脱毛はちょっと嫌やけど何パイ系好きな人おるんですけど<う>それ以外全員振るという勝手なルールを決めている心のいか省略、えー、でもツルツルモヤだって言ってたよコン,クコンプレックなんかありますか ないな高校入ってから2年片思いしてますコロさんなら成功するよっちはね結構片思いしてるんなでもツルツルも嫌だって言ってツルツルじゃせんかなコロさんなら成功するいや本当？ありがとう。コンプレックスはね特にないなぁコロさん助けてください、うん、大丈夫かと自分に言い聞かせるしかないんですよが <laughs> 頭からはなれません知らんがな <laughs> 知らんがなどうしようもできないです大丈夫かと自分に言い聞かせるしかないんですよはい いやでもねやっぱコンプレックスかないな。ゆうくん、コンプレックスはないよ、俺、特に。なんかあるんかな特には、特に思い当たる節はないけどな。リア充バナ爆発してた日ね。<laughs> <laughs> 3回かな、付き合ったの。3回か、意外と少ないやな。国内と終わには少ないやね。まあでも自分が好みかどうかもかか,かってくるしな。確かに意外とな。マジ言い方ハマる<ラ>なるな遊びすぎ 遊びすぎえ小中高でやっぱその持って方って変わってくるやん俺も3回目 <laughs> え嘘え嘘誰できて3人目あとゴミだったから振ったえあとサムネグサゴミだったけど振っシルク悪すぎてみんな可愛く見える件について <laughs> か,分かるわ付き合った回数ゼロこんにちは,こんにちは2回だわ回いやー2回かそうなんや 小中高大社会人ってやっぱモテ方って変わってくるじゃん小学校やったら俺の中でやっぱ足が速いとか運動能力が高いやつがモテるみたいな中学ぐらいから徐々にうの顔がちょっと顔がちょっと高校入ってから誰とも付き合ってないなそう高校はもう本当に顔がいいやつがモテるみたいなで大学社会人なちに言ってはえ何が俺は2回いや2回って言っていいかなまあまあ2回かなうん2回ぐらいかなだけなかなかねまだまだ経験値不足なわけですよ僕はうんなんか聞いおきたいこれはね はね、小学生の時目が0.05と0.01サムネとタイトルが気持ち悪い <laughs> なんでやねんおさるさん、ま、はんでやねんおさるさん、ま、はどうやったらモテるおさる会ではどうやったらモテんねん教えてくれ俺この世の中髪型でなんとかなるわかるみんなわかる最近の世の中の男でとりあえず髪型で顔隠してるからいいでしょそれなん,かょなんかモテてるみたいなあれおかしいよなあれずるくない俺堂って顔出せと思うんだよ さすがに。いや、お前隠してんじゃねえぞと。さすがにいけと。俺結構思ってんねんけどな。ねえ、思わへん。髪型で隠すのずるない、ちょっと。えしかも顔ちょっと隠すのとりあえず、一旦落ちる。はい、お疲れ、アビスお髪型変えるか。いや、隠していいんかな。隠していいんだったら隠すけどな。でもなおかお猿界では力,力こそすべて。おサルカイでは力こそすべて。おサルないでは力こすべて。俺は絵み長い。あ、本当 髪上げたらみんなぶまる <laughs> <な> <laughs> 最近短くしたら若返ったねってレア友に言われたへえやっぱ若く見えるんかでもなんかおでこ出しとった方が流し斜めにああやろう流し斜めにいるけど俺もそうだよオタクでも告白されたお嬉しいえびでん中学か 中学やとなやっぱ中学ってそんな恋愛盛んなのうちのね、中学中学高校ってさ、言ったっけなんかむちゃくちゃ男女の仲が悪くてさ告白するとか男子と女子が喋るっていう環境はまずなかったんだよね俺も<これ> <laughs> で、他のなんか友達おでこは出したくないえ、ほんと隠そうにも髪の毛硬すぎてボはってなってな隠せん ああね、コロスケに一言いきなりモテたいとか、<laughs> 大丈夫かと自分に言い聞かせるしかないんですよ。<laughs> 何言ったよ <laughs> いや、でも、本当に、あの、俺が小学校まで一緒やったやつらで、俺、中学受験やん、やけお猿なのに、人族に告白されたことあるぞ。人族、人族って、あ、そうなんや。で、なんか、その、小学校が中学に上がるときに、あの、中学受験やから、俺、みんなとは違う中学行くわけよ。中学は正直カウントできない。あ、ほん、そんなに、そんな数も言われたってこと。 で行くわけないやけど、しょ他のなんか昔の小学校のやつだと話したら中学の時は女子とこう話してみたいな会話出てくったでも、え雑談配信モテた,たいからって、偽の自分を作ってはいけない。いや、わかるわかる、それはわかるよ。でも、それはね、俺無理なんだよな。いや、もう普通に女の子であろうと男,男であろうと普通にこ供まま喋るからな、ベラベラって。だっけど、そこはね、ちょっと無理かな。<laughs> いや、でも女子と喋ってくるさすがに控えるよ、うん。女の子の話を聞いてあげようとするんよ。 あ、そうなんやとか言って、あーそれはそういうことなんとか、結構あるんねんけどな。でもな、それからちょっと持ってるわけじゃないんだよな。結局、なんかなんやろな。清潔感ってよく言うやん。みんな、みんな聞,き聞いてる清潔感ってあるやん。清潔感ってなんちもう飲んだ勢いでなんとかかんとか。ああ、それな中学受験受かったけど、友達と離れたくないから行かなかった。いやあとか,からボロが出る左矢印そうそうそう。その通り。俺も中学受験受かって行きたくなかったよ、俺も。でも親が行けっちゅうけん、もう力なく行ったん。 結構嫌やったけどな。俺は言ったよな。もう2年の子諦めようかなってなってるよん。えマジで我々未知の生命体には人間を恨んでいる。いいからこんばんは。はいシャリーさん、こんばんは。未知の生命体を恨んでんの人間を。やっぱ未知の生命体やからな。やっぱ地球を滅ぼそうとやってきた未知の生命体やから。シャリー、絶対らモテるかな。だけど、そこそこ点数取れる。いいじゃないか、い俺と出会えたから。え は、えー、い,いけど別にゾルタクス全員住民でもケイチ俺らの学校ってマジ男子と女子仲悪くなかったでもケイチはねワイモテるんだよ皆さん聞いてくださいケイチはだいぶモテますからね <laughs> ケイチに聞いてもなでもないや,やっぱりでも今の環境で我々の環境が悪いと思いたいよねさすがに性格イチい人モテるとか言うけどみんな優しい件についてそれかるわ人族はお猿に厳しいチランおちな彼女欲しい 知らんなスポーツやってて料理できたらモテる。<laughs> ああそうやなスポーツできるやつやっぱモテるよな。でもなんか結局なんや性格優しい人がいや女子が優し四五ゼロ点以上は取れてるよ。四号ゼロ点ってなんや。え何点まで？五百点まで。えやなんかよ,よ優しい人って優しい人が好きで女子って言うやん。優しい人ってなんやねんと思う。みんな優しいわと思って。みんな女子やって優しいよ。自分たち優しのにやっぱサッカーか。 ケイチやっぱサッカーらしいぞコロスケさん系エイチさんに出会えてよかったですね料理はできる、うん、あ、俺中学受験皆さん聞いてくださいね俺中学受験してケイチに会ったんですよで1年生の時は同じクラスだったんですよ同じクラスだったんですけどこいつ俺の頭は思いっきりなくて俺気絶しましたから一、ね、回こいつはそういうやつなんですよ今週女子と喋った回数ゼロ分やからない <laughs> 分かるケイ性格優しい人って大体友達とまり性格優しい、ね、卓球,いい卓球結局顔で決まる いやー、そうなんやろな。性格優しいってな、あれやない、ほんとに。いや、俺、性格優しい人って、俺、都合のい,い人にしか聞こえへん。話聞いてくれたり、自分彼女に寄り添ってくれる人が優しい人。えー、俺、話聞く人寄り添うけどな。なんで俺、話聞くし寄り添うで。なんでやねんらしい。この世界を変えたい。この世界を変えたい、俺はもう。どうしたらいいね俺は絶対この世界を変えられる、ほんとに。 八方美人。な美人そう,そうそうそう。でもシャーニン君の人うて、八方美人しか思えへん。なあ、都合のいい人にしか思えへん。俺、優しい人って。結局、お猿はちょっとしかモテない。<laughs> ちょっとモテるんや。お猿、ちょっとモテるんや。お前、ちょっとお猿はちょっと違うてるんや。俺は優しい人より、対等な関係な人がいい。そうやな、俺もそんがいいな。ポールシフトまで待つのだ。ポールシフトまで待つのだ。ポールシフトでないやん。ポールシフトでないやなんや。 タイトなんか普通に会話俺的にはやっぱり、ね、女子のあじゃあみんな女子のねタイプ言ってこう彼女にとって優しい人あやっぱそうやろハッポーブス自分にだけ特別優しいっていうのがいいらしいよ <laughs> 女の子的にえー、なるほどなみんな彼女ができるチャンスあったら無下にすんなよそう俺が言いたいことは知らないが今全部言ったハッポーブスは草ハッポーブスやばいよねハッポーやばいよねうん <laughs> やっぱな難しいよな んん片思い中五点六人振ったんよ。もったいな。俺は殺害部、特殊能力部、<laughs> 空飛ぶ部かな。す,すげえなんか、あれやな、すげえなんか、いろんな。パーティーの若いというのは、やっぱ道の生命体は違うな。なんで告ここ。あって、数日で告られた。俺彼女におごったことないもん。おご<ジ>ってくれたこともないし、うん、妻割り勘って合意してる。ナンパしまくればいいんでは。ナンパはな、なんかおもんないねんな。 ナンパしてもいいけど、なんなのな。ナンパするならどうか撮るけどな。ナンパしましたみたいな。奢ってくれたこともしいや、俺もる、ね、おるおさる会の王女を探さないと。ああ、エキソ。え、僕はテレパシーブも入ってた。テレパシーブ。いや、俺もなんまりね、怒られたりおごるってのがあんま好きじゃないんだよね。なんか別になんかおごりもせんけど怒られるのも嫌みたいな感じ。<laughs> でもなんか男がおごらないみたいな風潮ないみんな。男がなんか怒っとかないかみたいな風潮ない 行く,くな、そういうのは行くな。俺、男は怒らないかみたいな風潮、なんかなあ,あんま好きじゃないねんなえ。別に、この割り勘でよくないってなるよいや、別におごるけどね、俺が。あ、この子いいなと思ったらおごるけど。 おごりたいかかなマジかーどっちかっていうと、うん、おたこいみたいな感じに近いかもお金には困ってないよ好きな子にならいくらでも払う気ないやつは無理だけどジョージは電車で引き殺したえわわなないややつはは無理やなそれは分かるわもう全く移動手段全部おごりでタクシー乗せてたやばーえらいなー 本買いすぎて金がなくなるそんな本買ってんの何の本買ってんねん,なんか趣味系の本買ってんのーいや怒らないかんかやっぱりでも金まあ社会人になったら金あるから怒れんねんけどなでもなんかなーなんかそれお金についてきてないお金が好きじゃないそれもはやさっきお話した通り彼女もゲーム好きだからおごるくらいなら課金しようぜいっとるよいやーそれがいいなー薄い本薄い本薄い本なんかな いやー、やっぱ恋愛、恋愛本、恋愛本とか恋愛の動画を読みがさるしかないか。でもなんか恋愛の動画ってさ、普通のことしか言ってなくないそんなん俺知ってるわみたいなことばっかやんよ。話を聞きましょうとか、彼女を立ててあげましょうとか、なんかもう、もはやさ、すごい買うな。その彼女裏山、ま。それなおさらくそもそれないや、ほんとそう思うねんな。なんかな、もうなんか、もはや男がへりくだらなきゃ持てないじなんか世の中になってきてるやん。これおかしくない男尊女卑やったよ、昔は。 男女女子だったけども最近は行き過ぎて女尊男子になっているこれはおかしいこの世の中を変えたい文房具とペン回しに金をつぎ込んでいるあーあーまあペン回し好きやな本当。ペン回しに金使うんかと思うけどペン回し使うペンを買うのに金使うってことか文房具とか言って,言ってるもんなかわいいもはやジョンソン男子だよな女子の方がもいきますいきます,行きます 男の娘で良いんだよ、桜の娘でいいんああ<ー>、<う>この前話したバイトのやつね。一般女子は頭どうかしてると思うから無理。一般女子は誰言った今。ちょっと待って、誰言ったの今ああすみれ君か。頭どうかしよやばいぞ、これ。女性見とったらこれ終わるぞ。本当いや、女性だけ聞きたいねんな。まあ、でも話しづらいか。むしろ女性だけ聞きたいけどな。こんな感じでも、もうすぐ2年なのやで。 いいやんいや。そんな感じやっけむしろ2年ついたやろ。電気ちゃんは高校生やっか高校生か <laughs> いいな、ほんと。14日にデートしてる区から応援してくれ。頑張れよ、カピコヤゲーム好きの彼女欲しい。欲しいな、ほんとに。行きます。この発言覚えてますかエビちゃん、うん、わら。エビちゃん、エビちゃん何エビちゃんって何に高ニですね。高二かじゃあ、あの、あれ、コウニかコウニからずっと付き合っていウニか ああ、いいね。やっぱ高校生レア銃たひね。こんなもうだって。俺とかもう2400件さ。高校生と付き合ったらもうあれやからな、ね。1発アウトやからなはい。1。発退場でーす。もうレッドカードビビり退場でーす。って言った <laughs> もう速攻で速攻でも退場するのはもう計算で入れてか,れるからかな。あーつって。おい、高校生で恋愛できるのは高校生の時だけ、中学生と恋愛できるのは中学生の時だけやぞ。お前らこれがいかに貴重な時間かよ。お前ら本当お前ら神だな。これがいかに貴重な時間であるか、皆さんわかりますか？ れそれこそ男が絶対おごらんといけないとか思ってることか本。本当に無理。無理や、本当に。健さん、それな。健さん、それな。インターセクション、みんながんば。メンバー案件。メンバー案件。それもうも競争社会から退場。競争社会、会場。もうコロ助メンバーになっちゃう、これ本当に。もう本当にもう。コロ助メンバーよ、これ。いや、まあまあ、メンバーの気持ちもわかるんでもないけどな。やっちゃダメだよな。でも、男子高校生は女子大生と付き合える。 いや、でも女子大生とは男子大生きや。なぜ外食しなければいけない、はあ。なぜ外食しなければいけない。え、外食するの。うん。あ,あ、そういうこと。女と未知の生命体君は人間かひね。知らないのかな。は <laughs> どうなん帰ってきた。はい、おかえり。男子高校生と女子大生付き合える。まあ、女子大生とはでも、大学生でも付き合えるやん。大人でも付き合えるし。男子、女子高校生とは男子高校生で付き合える。帰ってきた。 いや今だけほんとそんな女子高生おかえりでもやっぱ一番なのは顔も可愛いってとこやでおかえり結局やみちおかえり付き合うなら背の低い彼女の方がいろいろと良いえなんでそれはなんでカプリコくんそれはなんで背の低い彼女の方がいろいろいいえそれなんで背の低い別に関係なくない,いなんかある俺あ,あんまり気にしたことないな身長は女子の緊張マジで気にせんからなどっちでもいいやって感じ 父氏の身長本当にあれないわ。なんちゅうんやろその考えがない。心に闇がある人は嫌だ。嫌だ俺はほとんど一回はおごってる。ほ言っても良いかな。えー、あいいよどうぞ,どうぞああそういうこと？あーなんか分かったかもしれないカフリック君。刺したわ。 それはちょっと今。あ<ー>、まあ、俺が背が低い子が好きってことでしょそこ。<laughs> 親友以上恋人未満のゲーム好きの幼馴染おるよ。もう今はそれでいいや。あ、そうなんや。お前、ゲームのギャルゲーみたいな展開しとやん。ギャルゲーみたいやん、お前。すごいな。そんな幼さなじん、いねえ、俺。それでいいや、涙。委員会。自分も背が低い方が好き。ああ、いや、でも、え、じゃ、あみんな自分のな好きな身長のなんか。何センチか、何センチか。っていうよっちちゃん、それわかる。俺はね。女友達もいない。わかる。俺もそれだよ。 俺丸 V の単位ができるからなぁそっちかななるほど155ぐらいから165ぐらいまでいったらいいかな別に170いくとなぁちょっと俺きついかもむしろ俺高い方がきついわ心に闇がある人嫌だ,やだじゃあ俺無理だ心にブラックホールがある人はお金も僕の人生も吸い込まれる何やっやん俺は155くらいで彼女157え AV 一号ゼロから一六ゼロぐらい。正直付き合おうと思えば付き合えんだろう。一号終わりそうね。自分よりちょい下でいいや。わ分かるわあ、ね。愛ラブロリ一六号くらい。一六号でも全然いいな俺。一五一百五十センチから百六十五センチなやったら俺は。一四八センチメートルの彼女いたわ。いや一四八も普通に可愛くない？なんか小動物っぽくてめっちゃく好きだけどな俺一四八センの彼女。えかわくない？ 普通に好きだけどな俺うちのクラスに172の女子いるぞ。でかっいやでも、まあでかくても別に俺、だって雪入りのとか百は 170cm あるしな。えみんな俺、常にいってるよ、俺、114514。俺は雪とコラボするなっ,って、常に言ってる雪入りの 170cm あるから。なかなか締まりよかった。<laughs> おいおい、ね、中古そうぞう。でか下は制限しないわ、うん、160ぐらいまでなら。いや俺、上はもうちょっと行けば 168cm ぐらいやったら行けるよ、俺。全然。 私は神の代理人、神罰の地上代行者。うん、私の使命は我が神に逆らうカップルを、その肉の最後の一辺までも絶滅すること。怖自分169見,16見上げるようだよ。見見上上げげるるよよよよううだだああ、そういうことか。剣が、まあ、剣中学生やろだってまた伸びるやろ身長えー、まぁ、あ、でも、なんやろう、なんかみんななんか俺なんかでも自分よりでかい人はちょっとなあってのはあるわ。自分もラブもいいっすか やめとけやめとけカプリコなぜ別れたカプリコなぜ別れたそれなカプリコなんで別れちゃったのそれヤフーやば手足上がってるなんかカプリコなんで別れちゃったのそれよかったじゃんねえもったいない でも人人人生生なんかななんんかかか聞いたしよ何と自分よりでかい方が良い自分よりデカい,い166だとヒール分かれたら視線 <laughs> 一緒になるから恥ずかしいそうやな夜中にいきなり分かれようってか俺は 990cm の人がよいなんで分かれる必要があるんですかあ確かに自分よりでかい人は俺きついなちょっと でも地面より平らいて低い感じだった。俺どんぐらい何センチでもいいな。本当に何センチでもいい。高くね。百六十六って結構身長高いね。でも一ゼロ日で別れた相手に申し訳ない。今思うと。まあまあそれお前はスライムと付き合ってろ。お前はスライムと付き合ってろ。十 <laughs> 日で別れた相手も。未知の生命大僕の知り合いに三ゼロキロの人いるから紹介しようか。春次品三ゼロって。二人目とか初デートの帰りに振られた。やば。九九ゼロミリの間違いじゃね。やくない。 彼女がヒール履いたとこ見たことねえな。<laughs> え、九九九百。一回目のやつめんどっかどったから振った。なんたの見たもんねえな。本当。二回目のやつめんどかったから振った。ああ、やっぱめんどくさいじゃない女子ってやっぱりめんどくさいってよく聞くよね。身長三ゼロ30キロ。身長三十キロ。単位おかしくね。身長三十キロっておかしくね。三十センチじゃなくて三十メートルでもやばいな。えー、めんどかったから振った。あ、本当。 あまあ女子って今日めんどくさい今日じゃないどうなんわかんないけどそうまあ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 難しい話だよねやばすやばすでも初デートの今日例としてやっぱり友達としてしかいかなくやば告られたのに振られたすみんでちょっと辛いね告られためられたもう気が変わるからね女子はね女高校と秋の空っていうあのあれやん名言があるけどさもうすぐこのこのごめん体重はゼロ九六三二五八七四一の人が良い ゼロワン L しかフィットしない演習率みたいな出てたやこれどうする 1> 1女性がコメントせずに引きながら見てたらわらや,やばいよねいやそれほんと一番やばいよねそれもうこれもうこれイベビさん見られてらもう終わるけな俺マジで本当にうどうするんやこれ本当にイベビさん見とったら終わりやろこれ別に見とったも別にあれやけどいやイベビさんに聞く,聞くけどな幼馴染って恵まれてるよねどうやったらモテんねんっていう話聞くけどな俺は幼馴染恵まれてるよねコがあって女性おるん え、体重3マイクロキログラムしか知らん。三日月の壁が高い。折れなくは、わら。名称、オブ・ザ・サーカンファレンス、オブ・エー・サークル・トゥ・イッツ・ダイヤメーター。1145148101919マイクロミリ。聞かないで、わら。 <laughs> なコロナーってほモしかいないんでしょ幼なじみおるけど中学以降喋ってくれない<ー>わらケンさんじゃダメごめんケンさんじゃ喋ってくれんくなるよな幼なじみってな知らんけどなんかやっぱ思春期になるとやっぱあるやろいろいろなあとなんかさクラスないのな軽すぎたか 悲しいなやっぱそのなんか女の子の方がめっちゃいいカートップカーストでこっちがちょっとあまりトップカーストじゃなくて俺も幼なじみはグレてるグレてんのかあらあらなんか話しかけづらいみたいなやっぱ高校生とかだとカーストがめんどくさいよなスクールカーストあるからあこれはね断然としてあるもん,ん薬物はやめろ薬物薬物グレてんのグレてんのやっぱ薬物はやめろ薬,薬,薬物はほんとあかんぞタバコとかだレベルが違うからな薬物はあかん俺めや俺お三十ぐれてるほんと 幼馴染いないんだよな俺男の幼馴染はおるけど何それ伊達ちゃん配信やめちゃったあらあら白縫い行ってきますはぁ <laughs> 行ってきますいつも行くやん白縫い白縫いいつも行ってるやんなんでそれ出てきたしらわら <laughs> それな急に薬物が出てきたグレルイコール薬物みたいななんかあるんかと思うそこになんか この前祭りで見たときちょっとした入れ墨入っててさすがに驚いたいい人だけどあエビちゃんタバコ吸ってるよねえキリンタンレー極上まずいえちゃんタバコ吸ってのロさん<っ>マリファナとかアンパンとかスピードとかやってるのやってねえわそうなんすか幼馴染普通にカースト上らてんやけどわしはクラス1のゲーマー枠でなぜか上の方 <laughs> クラス1のゲーマー枠とか SHO やろゲーマー枠とかあるゲーマー枠とかある えー、SHO そうやで。SHO? えっ、そうなん知らんやった。俺、普通に知ってると。まあ、別に知ってたところに何もないけど。あ、そうなんすね。知人たんでご口、ごくしまで。俺、ビール好かんのよな、カプリコくん。確か。へぇ、えー、そうなんや。まあ、結構、知ってる。マイケルさんも知ってるしな。知ってる人は結構いるよね。俺はスワンキだけで。知ってる人は全然知ってるでしょ。ルルルルルそうなんや。でも、免許証レンタルギーに乗ってこよ 俺の高校文化祭でゲーム大会あるあーへ SHO ゲーム大会あるのへる ?SHO って、ね、へー俺はベイプ俺はベイプ免許手に入れたら免許手に入れたらな薬物はやめろ夫婦いやそれなゲーマー枠って普通下の方なのになんでいやまあそれはなんかゲーマークの下の方になりやすいってだけでしょなりやすいってだけじゃねえ レンタルは出せ、わかった。ペイプ楽しいよね。ペイプあ、はあ、そう。安西先生、モテたいです。じゃあ、買うわ。薬物はやめろの人。うん、それがいい。<ー>楽しい、おい、ね、しい。楽しいなななんかなんかとも言え7000よろずご買うわ。 買えんのそれのスマブラの大会あ、スマブラの大会かあ、学祭ならあるなうちも加酸化水素シリコンの略和ナンバーだからな和ナンバーだからなシリコンは SI でしょ和ナンバーだからな S は硫だよ和ナンバーだからな和ナンバーだからな和ナンバー,ンバーこの世の中間違ってるこの世なんか間違ってる水酸化シリコン水酸化シリコンあそうやねそう,そう。えシリコン あスイ、S でしょ水産化用じゃないシリコンは S でしょ家買ってもらう代わりに親に買ってもらおう。カースト上位者,者にラブライバー女子がおるからそんなにオタクないがしろにされない。うやはり新世界の神に一昨年から始まったらしい。略、うん、そうだ。 コロさんは将来モ出るとかじゃなくて、普通に出会いなくて、俺らに愚痴ってそう。<laughs> 本当そうだよ、マジで、それ可能性全然あるよ、本当に。どうすんのよ、これ。去年は八四人出てて、俺準優勝だった。っっあ、そうな、天吉、そんなスモール面だ。ええ。えみんな、どう、ユーチューバーでモテるんじゃない。どうなの、みんな、これユーチューバーでさ、これもう有名だったら、モテる、これ。教えてくれ。俺は出会いない。ええ、ユーチューバーってモテるんちゃうの。どうなんすか、これ。えどうなの、ユーチューバーってモテるんちゃうの。 いやまだまだチャンネル登録数が足りひんのか。エスはサルファ。そエスはサルファ。サルファ。英語で言うとサルファ。イオ。そうサルファ。まあコロスケさんはボクシングさんと結婚かな。ボクシングさんと結婚。ーー結婚儲かってたらモテるんちゃう。儲かったらモテる。オフ会ゼロ人事件。オフ会ゼロ人事件。いやみんな聞いてかぶりこくんのオフ会ゼロ人事件クソ面白いぞ。モテないかも。モテんのユーチューバーマジか。本当モテんのか。もうユーチューバーってモテると思ったけどな。芸能人はモテるのなんでユーチューバーはモテへんの。一緒やろほぼ。ニアリイコだろ。 まあコースーはボクシーと結婚かなボクシーだと結婚か。ちょっと男は無理やな。ボクシーさんが女やったらワンちゃんかな女じゃないかなボクシーさん。198くらい活い男やかなオフカイゼロ認知県。いや、カブディ国の話を聞いてやってくれみんな。オフカイゼロ認知県の話を聞いて,やってくれ。ニホニウムのかなウ、うんウントリウム。ニホニウムね。うん、YouTube で有名になってファンとやるじゃん。うん 結局バレてさ問題になるやんそうなよな金の匂いに引き寄せられた豚しかこんのちゃう <laughs> やなおさやさ、ま、やん金 <laughs> やばすぎやろそれサブじゃなくて豚なんやねちなみにまあでも俺は別にいいけどなそれでも美人が結婚してくれるならいいけどな俺の俺の将来、ね、大丈夫かと自分に言い聞かせるんしかないんですよいやそれなマジで YouTube よりゲームストリーマーのが持ゲームストリーマーが持てると思うでゲームストリーマーが持てると思うでゲームストリーマーが持てると思うでゲでゲームストリさんよろしくですあやりょうかいりょうか1時間ぐらいしかできんけどなごめんなあんまり時間がなくてなあてか俺も配信の時間があるからないずれジャンヌ枠になるいずれジャンヌ枠になるあほんとジャンヌ枠って何ジャンヌ枠って何やジャンヌ枠 ジャンドワークってなんですかね。ゲームストリーマー、ゲームストリーマーか。難しいよな。いや<あ>。え、後藤うす。え、ごとって持てるんかね。未知の生命体族をバカにするな。未知の生命体、いや別にバカにしてないよ。一生好きな人でいてくれる恋人欲しい。わかるわ。え、後藤後藤後藤ごとう持てモテんの？後藤う持んの？お、ごの話気になるんだけど。いやあ言うえ。え、後藤って。どっかのゲーミングチームに所属して、アップルさんみたいな感じで。たたへえ。ごとう。ごって持てるんかね？ 後藤の話聞きたくないえっ後藤ってモテるのえ、後藤ってまず、なんやろ学校の中のカース的なはどんどんどんさんコさんはい、なにえ、後藤ってモテんのかな後藤の話聞きたくね後藤出てこい後藤 <laughs> 後藤さん大丈夫かと自分に言い聞かせるしかないんですよ <laughs> 大丈夫かと、そうそうそうファンとやってたら実況者ジャンルみたいになる、えー、戦国ゲーミング以降戦国ゲーミング 戦国ゲーム機なんだね。戦国ゲーミングってなんかね？そのなんかゲームシティマーみたいなえ。後藤ってモテるの？え、後藤って彼女いいの？まず後藤はちょっと謎なんだよな。こいつこいつ？何歳かも謎だしさ。結構謎に詰まって男なんだよな。<laughs> なんだね。なんだよ、ね。安西先生かもなんだね。喧嘩コロトンっていう名前でコロトンっていう名前で戦国ゲーミングやばいコロさん。 この配信すごいかもなんでゴトさんチャンネル登録しといたで君はモテるのかなんでなんですごいねんちう君はモテるのかい,い,、ね、のかいそうやな後藤ごのゴの話来たよな後藤ってどういう人生生きてきたんだ後藤ちょっとなんか特殊すぎてさ後藤の後藤ちょっとわかんねえなスペシャルな男だからこいつ何がすごいのコロさんこの配信すごいかも よっちどうした何があったヤマトンっていう人がいるからああヤマトンって人とコロトンって人2人でやってた彼女いないえ、あ、ゴトンいない見てて止まったと思ったら女の子から電話きたマジでやばくない俺の会人来たらこれ女の子が電話来るんじゃないこれ縁結びの縁結びのコロラジオやったぜこれコロラジオじゃねこれ縁結びコロラジオやばいねこれやばいよねこれあ、ゴトンは彼女いないんだへえ。え、ゴトンモテはするの告白されたりするゴとン 後藤って告発されたりするんかな後藤後藤ってどういうどういうい枠内の学校でどういう扱いなのやろうなモテてるかわからないけど説明するのめんどくさいから、うん、昨日の女の子とラインしたやつ DM に送ってあげるよい,いいわ、いいわそれでも <laughs> 自分には来ないってオチ <laughs> <laughs> それないや全然送らんでいいよ <laughs> あ、そでも女の子 LINE してるぐらいではあるんやな女の子とラインしてるぐらいあるんちょっと嬉しかったよし、焼いて、かぶりこえ、よっちそれはあれあのあれ、女の子 片思いしておから来たのよちちゃに自慢してあげるよ、離してあげるよ。ごとごとちょっとはモテる音かもしれんが、こいつ。やろやろ。やろやろおう。やろやろとお。ちょっと嬉しかった。え、よっちはその、片思いしておなから出ま来たのえ、誰から来たのカミソミオさん、正直な話しちゃう。おお何話しちゃう 俺の彼女いいかいい。でこいいな。髪染めようかな。そうそう電話来たかと思ったら母親だった。やろう。他の女に手を出し始めた。わらすみません。こいしたい。いよっちこいつまじやもん。ちょうどないよこいつ本当に。またよっちだよこれ。しょうどないよこれ本当に。最近黒になった。たった最近黒になった。俺はシー。俺はシー。へえ。こしたいな。 自分へ充電にやばいぞ、油断する。な、大丈夫かと。<laughs> 自分に言い聞かせるしかないんですよ。<laughs> 充電してこい。冷たい子は充電してこい。小学生の時にテストに道ほど出てどみんな吹いてた。ああ、道のりね。俺は何語やろう。ああるな来月紫にする。な何の話黒とか紫とか。え、何の話え、すみクは何の話をしてんの まあその片思いの人の全好きだった人に手を出し始めた俺のカップは B んー俺のカップはん A かな髪色あ,髪あ髪の色童貞な童貞でしょ、うん、俺も髪に染めるかおくるねハートえいやおくらっていい <laughs> あ本当まあ一応見とくわじゃおくるねハートじゃないわ <laughs> あほんとエビ天エビ天エビ天 <laughs> エビてえびてなんかあみつに言ったらあわれまれとうぞこれエビてこれ完全にあわれまれとうねこれやばいよねこれあっソドクスくんあごめんねこれ今配信しとってこれ雑談入っちゃいけん俺あのプレイせんのよごめんねエビてやばいなギャルは激しいギャル欲しい A から C が好きやからな俺あ<ー>手がちっちゃいから手,手ちっちゃいんだへえ A から C が好きやからな デビテン A はちょっとちっちゃくないか。え俺はちから E、D ぐらいがいいかな。デビテン、デビテン、デビテンってやばいよ。えデビテンって言ったから、デビテン、あ、B やけん。よっちちゃん、俺と好み丸カブリアン。あ本当何の話あリフトさんコンチャ。プライバシーモードにしとけば、デブテン。ねね、視力。ああでも胸は気にしない。デブ。 力いや、視力じゃないよ。<laughs> ケン、視力じゃないよ。俺、ふくらはぎフェチやねん。ねんみんなそんなに目が悪くなりたいのあれば、いいしなくても可愛いくて好き。送ったよ、<あ>チュハート。なんか、ハトムネっぽい感じ。本当お前どんな感よ貧ヌは感度が高いよ。かそれ本当ガチチノちゃん可愛い,いイコールチノちゃん可愛い,い。 よく会えぐ <laughs> こちらん。おさななじみにむねなどなかった。えー、なんなごとなんか、ごとなんか、あれはラインでもなんか、普通の時と変わらんやん。こいつ、女子相手でも変わらんや,つやな。やころさん、いつきがすごい。<ら>いや、いや、普通にごとあれだわ。 普通にこの感じで喋ってるわ普通になんかこうちょっとなんかよう分からん感じああそうなんや普段からかわお前は変わらんのやなここまでの隠りコの発言はすべて妄想ですのであしからずもううだ俺もコロさんみたいにツイッター今度顔出しするわえツイッター俺ツイッターで顔出ししてないけどな YouTube で出してるけどあほんとそうだよええごと変わらんなお前はお前は自分を貫く男やなごとなかなかよいじゃないかごと わ絶対に変わらない男の。ツイッター知ったの先月。ツイッター？知ったの先月？あツイッターっていうことをツイッターっていうものがあることを知ったの先月よ妄想じ,じゃないんだな。どう？もてそう？ユーチューブじゃさすがに顔出しで金からってことよ。そあーそういうことね。あけんツイッターにしたよ。なるほどうな？どうもてそう？ま顔全部出すのはやめたほうがいいよ。 モテそううんどうなんやろ自然体のがいいんじゃないこのやりてんめ自然体の方がいいんじゃない,い,い,ゃない別にうん、そんぐらいでいいんじゃないえ俺言葉別にこの感じでいいんじゃない別にいや多分前のことことフェイスブックしか知らなかったりあーフェイスブックねえ嘘ツイッター結構有名じゃない俺ロゼロ言ったら顔出すわコ <laughs> ロさんだいぶ前からフォローしてるんだよなそうやねじゃあラブドールのことツイッターねじゃあラブドールのこと え、<laughs> いや、かぶりこくん、どうなんやろうね。そんな感じゃないんだな。<laughs> まあ、大阪とかわか,からんからね、それも。闇に包まれてるから。私は彼氏がいる、適当。<laughs> いや、ディープソルクはね、あ、まあ、嫌よ。自称、自称女やからな。自称女性だから。本当かどうかはフう、ね。フォロワー少ないうちに顔出しとくと。ああ、ね。いや、フォロワー少ないうちになお。ツイッターやってみようかな。俺の一号ゼロミリメートル方が火を吹くぞ。いい 俺な、一応一応が冬リを向くと、フ服なお前あ。あなナンコロさん、ネコニャンコロさん、ネコニャンコロさん、チャンネル登録あいがとうございます、テンキュー。あれあの、あれか、なんか普通に見てくれたんかなあいがとうござます、テンキュー。なんかチャイナ登録ク人一人増えたんだが、ツイッターってみようか、ツイッター面白いよ。うん俺の、え、でもイチゴ伊藤健やるなら教えてな5 15センチやろ。つまり15センチか。でも、でかくないん、15セああ、そういえば、それ昨日、祭り終わった後にやったやつなんですよね。 へえそうなんの。危険かなはい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 。おおー危険なんじゃない？いや全然危険でも本当に来てくれてだけ嬉しいです。しかもチャンネル登録してくれたから。いざいます。thank you。おおマイクね。名前がどうやって赤くしとるの？あいざいます。thank you。名前はどうやって赤くしとるの？名前がどうやって赤くしとるの？うんどうか？名前がどうやって赤くしとるの？んなんの星？名前がどうやって赤くしとるの？うんなん何の星？ いや祭り…お前祭り行ってきたのそんなこと言ってる間にあと25人で500人やでほんとやね血に染めたいや電気地一人増えたから2時4になったでアイゼロステンキョアカウントの名前そのまま打ったらなるよわ血に染めたこわ本当名前そのまま打ったらなるよえーそうなのえ、後藤お前祭り行ったの昨日？女とよ

え、後藤ウ手ぐらいつないだんかなゴト手ぐらいつないだの、ゴトウ。ゴトお前手ぐらいつないだんかえ、普通で人聞いてね、中ュー、じゃねえわ <laughs>。お前手ぐらいつないだの、後藤え、後藤ってまずお前中学生なの高校生なの、お前は。でもこの感じ多分中学か高校でしょ。この後の感じだと。そんなになんか。えこの中学かツイッターでペン回しやってみようかな。 またひがったら遊ぼうぜ向こうが2個回収のに対して5頭1個しか回参からな。チャンネル殺ずく6。ようわからんよな。手はつなぎだいけどれれ。祭り終わった後が本番。あ本当に？祭り終わったとあ,あとか祭り終わったあとあのあの祭りじゃなくて夜の祭りあるからそうそういうこと。俺動画投稿なしで殺さん超える。動画投稿なしで殺さん超える。手つなぐなんかちょろいな。手つなぎちょろいな。 <laughs> まあまあいやでも中学生高校生やったとしたらちょっとハード高いんじゃないコロさん童貞卒業せんと魔法使いになって真腕 <laughs> <laughs> 俺童貞じの高校生チュハート強盗高校生な良いこと言った俺コロにこれメンションされてるメンションって何夜の祭りかメンションって何今年の祭りは家でゆっくり立て祭った,たかエビテン,ンなんか赤く赤いやつ出たよチャンネル公式祝っつってメンションってんの夜の今年の,の祭りは家でゆっくり立て祭あはい,、はい。いや深夜の祭り はいはい。いや、俺、いや、できちゃう。童貞じゃねえからな。お前。え、みんな俺のこと童貞だと思った。童貞じゃない。コロスケ童貞じゃないらしい。当たり前や童貞じゃないだと。童貞じゃねえよ。夜の祭りテクロレスのことですが。長尾。幼馴染という回避アイテムがありますね。そして、中に出して後の祭り。コロスケ。コロスケ。童貞じゃないの。中に出した後の。笑。匂うけど。いや、俺童貞じゃない。童貞じゃないのか。童貞じゃないよ。酔うけど。 なんだお前お前らの動態と思ったかお前童貞ではないぞ童貞ではないなんだお前そ,のそこお前そこだ動態あみんな童貞じゃないのみんなちょばでライクいるからお母さんとの性行為は初体験には含まれませんやりちにやんけやりちんじゃねえよふざけんなそうだお前みんなライクいるからみんなライクいるよラくんは今日はおらん方がいいかなライくんは今日おらん方がいいな嘘つけ絶対金で買った親だぞ <laughs> ちげえわ,げえわふざけんなちげえ なん <laughs> でそんなにいるからやめてええー、チャンネルコロズクロクこれのことやありちんこれ何ないとこれ何ないとこれ何何これのことこれなに男とかなデリテルでくさ童貞じゃないけど<ー>彼女いない歴イコール年齢とちげえわ電話でしょちげえわ身内とだろ電話じゃ身内じゃゃ内内ねえや <laughs> わわ妹おるけど絶対ないわでも妹と配信したいな妹出てくれるかな

コロスケさん、ラグホにある、コンドーム使わない方がいいよ、いたずらで穴開あけてるやついるから、気をつけろよ、いいね。告白されたことってありますか嫌みではありません。ライ君、私と夜の遊びを、ライ君、5時姫って誰かな ?VRH は草。どこまで行ったら童貞卒業なんやめてライ君に手を出すの。ケン、お前にはまだ早い。ケン、お前にはまだ早いぞ。 反応してる時点で分かってるんだよな。よないや、けんどうなんやろか。けんは分かってんのか。ゴムなし、セクロス気持ちいい。おい。合間したんすか。してねえわ。合間したらもういいな。お名前だわ。俺もうこんなんユーチューブなんか配信してねえわ。もうあ、おな前で、あーっても、そのままてる。中に出すまで。いや、いや、いや、あかんだろ。それ。それ、マジフィニッシュまでいってるやん。それ。ガチフィニッシュじゃん。それはまずい。中に立つったらあかんで、ね。それはあかんで。 簡潔に言うと突っ込むと卒業まあそう遠行なんてしません多分んみんな元気ですね SIX なんか急に話が加速してきたから落ちようかな114514むしろ急に元気笑うサックスライブ中にハードなプレイしてみたやれば視聴者増えるいや増えるけどさ増えるけどあかんだろコロさんはそうれた瞬間出したんでしょ 確かよコロさんお口気持ちいいよね恋バナとはおおなに多く寝ます、うん、自分へいきなり寝るとか油断するな大丈夫かと <laughs> 自分に言い聞かせるしかないんですよおやす,おやすみなさい絵文字面白い配信ありがとうございますニコニコ寝 <laughs> そ いやみんなちょっとで、もっとねです、で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 、ょ、っとまん。あの真面目な話しょ。もちろん。当にどはやるたらモテる。か,か母マ本当に。で眉毛ママ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 マらママ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  っっててななななななんややろろど感、ね、じここって R18 チャットでしたっけ初見です。俺なんも整えたりしてないんだが。初見さん。あなんかニャンコロさんんささして,くださってだなん見見みんな初見さん歓迎して何の話みんんんな初見さんを歓迎するんだ、うん、単語で会話してるだけ。初見さんいらっしゃい。単語でねやっぱそんなに とりあえず落ち着こう付き合えないキャそもそもやれないから付き合った前提で話すのやめよう今まで振ってきたかが今は彼女おるよ車検さんいらっしゃい Twitter フォローしてくれてありがとうございます車検だよそれ初見の放送が R18 とか本当にやばいねコメントをスキップしますじゃけんさん ライくんはどうしたらモテるかって話車検取りますじゃけんさん、初見です。LINE するのめんどくさいじゃない、あなた。ろクヤンさんいらっしゃい。俺、モテてないよ。だから、なんでも略しちゃう。じゃいんさん、1、4人目が好きな人。かわいそうに。ライくんはモテてないの えらいかなんかモテてみたいな話してなかったっけえ、なんか自分でしゃべってなかったそんな話。あれそんな話してなかったっけどうやったっけあれ違ったっけ俺の、俺のあれ気のせい俺の気のせいかなその話聞いてた気がするけど、どうでしたっけ <laughs> おーでも来てくれたんですね、本当に。愛されます、本当に。いや、今日はあの雑談配信なんで、フォーはナイとしますんで、ニャンコさん。ごめんなさいね、放題としますんで。あれしなかったっけあ、本当勘違い。勘違いか。わらわら。勘違いか。あ、ごめんね、勘違いやったか。うーん、だって思ってるから、まあ、でもや、ぶっちゃけないやろな。してないのか。ライくん、持ててるはずだぞ。あそうやなフォートナイトしましょう。 しし俺の彼女は大原さくら子にすごい似てる。ねい,ね、いつか。すみません,、ね、ニャコンさんいつかあ、いつかは全然俺3月よかったよね。ヤンコさん、そんなに来てくれたら全然一緒にできますんで、よかったらよろしくお願いします。俺には嫁いっぱいいるから、実質モテモテ。いいですよ。嫁おうぞそうだ、そうだ、フォートナイトしろ。 髪型工夫すすれば、うん、ガラッと変わりますよお一気にモテたりとか,りとか髪型はね結構俺あの基本的にワックス固めてんねんけどなワックスってか,結構ジ,ャルでかジェルで固めてる感じないつか僕の彼女は新垣結衣に似てるほんまか世の中には <laughs> 2>, 2種類の人間しかいないわかるかモテる人間とモテない人間でしょどうでもいいけど、うん、性的の話好きなんですよねあほんまに

俺の彼女かわいい。JAL で,、ね、で固めるわら。俺の彼女はドンキツネの子に似てる。<laughs> るつまりそういうことだと結論は出た。<laughs> ね、ワックスそれともセックスいい、ね、最近ハゲすぎてセットできる髪がない。ないね、俺の幼なじみはかわいい。 俺の彼女はアスナに。アスナに。俺はローションで固めるな。ローションで固まらるんだ。アタックしますね。アタックしますね。キリとかなあやっぱ笑。キリそして散りますね。そして散りますね。やっぱキリとかなあ。いやでもやっぱアタックこれで BAN されたらほんまに草、うん、いやく草でしかないわ本間に。コメントがうるさい。コメントやばいよねこれ。コメントコメントやばくないこれ。そうなえと十八人来てる。んコメランすごい。コメランすごいね。 いや、でもやっぱり積極性大事だよね。課題が積みそうなので、一旦落ちま了解。つ塚尾さん、お疲れさんです。やっぱでも実際あれだと思うよ。本当にあの積極性大事だと思うわ。結局、ご迷惑にたないわら。笑。何も変わらん。いろいろ固くなるハート。うん いろいろ固くない<で>人生から BAN されろ人生からバズれたやべえろ友達の家に赤とか白とかのボウリングのピンみたいな形のやつあったケそれあかんわコロさん声小さくねえそ声小嘘声ちっちゃい積極的になった方がいいえ声ちっちゃいっすかだーマーレンコロさんがいいイブエビになっちゃうイブエビになっちゃうどういうことだよイブエビならへんわ君は人生の主人公だえみんなみんな俺の声ちっちゃい 俺も頑張って、押しつながる左足し、ボウリングのピンは白が一番気持ちいいで、ピンが、大読みの、すごい、コメント欄がエグいよなと。こんぐらいかなこんぐらいかコメント全開し、せいし女子見とついちゃう、お前せいだめて、おいおい、ごとやめろ、お前それは。 それはあかんぞ。もっともっといいでよ。胸にかけてもいいんじゃないよ。かけちゃダメ。その友達にプイプ、<laughs> 達プレミアムタイプだぜ。って言ってた。その友達プレミアムタイプだ言ってた何を自慢てたの何い言っえ、ちっちゃいほんとうそ。ホ。嘘。ちょっと待って、これ以上でかくなな。ちょっと待って、サウンドでいくか。嘘そ、ちっちゃい。えみんなみんなちっちゃい。 ちっちゃい、ちょっと待って、ちっちゃいか、声、ちょっと待ってね。いや、でも、本当に、え、ちょっと、え、え、ちょっと。ちっちゃくない、あ、ちっちゃくない。こうさん、小さい。暴れんなよ。ちっちゃくねえわ。暴れんなよ。いや、ちっちゃいかな。お前のことが好きだったんだよ。お前のことが好き。ころさんの小さい。はいはいはい。恋バナ枠。恋バナ。でっかい、ハート。でっかい。あべこさん、それは何が小さいのかな。やめろ、お、わら。 その人多いローション持ってた。なんだその多いお茶みたいな。でも本物は天がなんて比べもんじゃない。あ本当。声じゃない暴読み。声じゃない棒読み。あ暴めたやめません。暴めたやめません。あああ暴めた。おい二十人来たぞみんな。思たけどみんな二十人一応中なんだこれ。いや恋バナ枠なんよ。いや本当にみんなだったん。みんなみんな真面目に持てる方考えよそうみんな真面目に持てる方考えよう。こういとは。そう恋バナう場じゃなってる。じゃあみんなのね。 恋バナの経験が。やめません。みんな恋バナの経験が。一番いい案なるよ。なんやなんや。みんなの恋バナの経験を生かすよ、俺に。みんなどんな恋愛を経験してきたんだ、君たちは。これ下ネタなんだ。うん、やめ。そう、まあ、です。金でつろう。それ誰か言ったもん。スカートめくる。小学生じゃないか、お前。スカートめくる小学生。いや、小学生でもやったらあかんわ。え、ライクン、ライクン。かぶりこた。イこんばんは。ええちゃんさん、え、女性。A ちゃんさん、こんばんは。こんばんは。 え、えいちゃんさんって、初見さんですかえいちゃん、えいちゃん。いいなぁ。え、えいちゃんさん初見さんすか告白できずに卒業したっていう話聞えこれでいた。あ、ごと聞くごと。ごと。ごと、いけごと。ごと、いけごと。初デートで振られたのは、一体は左矢印。

スカートに向かってスライディングあ、そう、ライクン。ライクン、小学生か D の。配信はあれない、ま、そ小学生でさ、スカートめくるやつがおるん。1人目はメンヘラだったのに冷めたって言われて、なんでってなった。メンヘラなのに冷めんのんメンヘラなのに。小学生でスカートめくるやつってまだいいのあれって昔の話でしょ今まだいいのまさかのまさかのまだいる説。やめろ <laughs> 盲腸で入院してて告白できずに卒業したっていう話聞くえマジで自分をしっかり持ってて個性もはっきりしててちゃんと目的とか持ってる人が一番モテる自分をしっかり持ってて個性もはっきりしてちゃんと目的持ってる人が一番モテるいいかマジで俺目的ちゃんとしてるけどな小学校ではスカートめくるやついたな,な,な,なえ後藤聞かせよ後藤盲腸で入院して告白できずに卒業した話聞かせよ後藤 白黒、白黒、ほんといた。ゼロボルト男優<の>、コロスケ。俺の。いたかな。ついに首とか締められてた。左矢印。え、こわ。じゃあ、あかんだろ。死ぬじゃん。死んじゃうやん。いや、野獣とした。コロスケ。いや、野獣。こうちゃんとコラボの時に来ました。あ、こうちゃんと。将来性大事。こうちゃんの顔の時に。コロス。ありがとうございます。えちゃんさん。これじゃ、またいらっしゃい。 笑わはそんなことしてな女子多分行かれてる。おせなこと幼馴染のスカートめくろうとしてぶん殴られてるやついた。おさないで幼馴染のスカートして彼女いるけどリア充見ててうざまる。えー、彼女いるけどリア充見ててうざまる。コ <laughs> ウちゃん今ま,まできて、あや、えー、ちゃんさんあありがとうございます。ただ来ていただいて。コロスケは可愛い,い。コロスケは可愛い,い。ありがとうよね。お前こ四年はケイジと違うな。四年、四年さんありがとう。四年,年さんリア友なんですよ。皆さん。ヤンデレはええけどメンヘラはやだ。いや俺いやいやどっちも嫌だわ。 どっちもやだわ普通に、普通に嫌ですねん。人前で、うんこしたなし。ごとか怖すぎ、ごと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 、 答えはここからお前のターンや。愛されてない人を愛す必要なくない。まあその通り。来た瞬間にすごい話でびっくりしました。それやな。みんなご短気こうぜ。コロさんに勝ちたいんだよ。コロさんに勝ちたいんだよ。あ本当。トケビ。トケビ。ちょっとあれ聞きたいな。めえトケビね。ゲーム実況始めたら振られた話聞く？ゴロスケさんのチャンネル最高。

さあみんな後藤の話を聞こうここから後藤のターンだ後藤頼むぞお前話聞くぞ後藤行ってこい喋る後藤定期虫は後藤さんと言います後藤さん後藤お前のターンだ後藤の話始まったら動画が決定やねいや俺あ動画決定後藤の話後藤の話後藤のターン虫は後藤の手間俺後藤じゃないよ俺のターンドローを俺の切り札ドキラゴン召喚 藤、後藤お前どこ行ったゴ後藤来たみんな静かに後藤来るぞ後藤の話来るぞみんな静かに後藤来るぞ来た後藤来たやったぜ顔にドローしてください後藤映画家後藤さん映画家後藤ウ橋動画化したいよなお後藤いいぞ後藤お前喋っていいぞお前のターンだこっからお前のターンだ後藤サブリメント行け後藤今売ってるな後藤多分今バーサーカーソウル <laughs> まさかそう。後藤多分今売ってるからめちゃめちゃ。後藤多分今めっちゃ売ってるから。多分。わかんないけど。多分今めっちゃ売ってるんちゃうかな、後藤。多分めっちゃ打ち込んでるでしょ。どうなんでしょうか。さあ、後藤が打ち込むの楽しみですね、これね。さあ、後藤はどんな話を持ってくるのでしょうか。後藤頼むぞ<ん>お前がナンバーワンで後藤。後藤、どんだけ長分やねん 自分ですね、卒業式終わったら好きな女の子にしようとしたんですよね中学生の頃高学しようとしたんだろ次回以上のうちしっすゆえにスタンバイあうん、それでドラゴンでかくりこさんにニブレイクニブレイクうん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 それでそれでふんふんはい高学しようとしたんでしょ中学の時うん後藤それではい、後藤さんの話始まりましたコロラジオ今日の話は後藤さん中学の時のエピソードですなるほど高学しようとして ここからアイズチーがいきアイズチーがいきはい、ことそれでどうやったんこと近くの時き、こかしようとしたんやろうん。いいじゃない。多いに結構。ただ、卒業まで残りの日くらいで、<laughs> 授業中にお腹痛くなったんですよ。お前自由やんけ。<laughs> それがあーそれでそれで、うん。お腹痛くなったやな。うん、おい、急にお腹痛くなるな、ね、よく。ああ、<laughs> これはおう。

ああなるほどねああなるほどねああなるほどねちょっとおもろいああなるほどねちょっとおもろいなあお腹痛くなったとうん後藤は卒業前残り2日でお腹痛くなっちゃったあさしさすなまだ分からんぞおさつ様でそれでお腹痛くなってほうん、それでどうしたそれでめっちゃ痛すぎてついお腹出しちゃったんですよあっさしお腹出しちゃった <laughs> あはいはい、はい、それでくさくさ <laughs> めっちゃ痛お腹出しちゃったぞまだ,まだ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 みんな<中>漏らしてないみんな漏らしてないまだおならを出しちゃっただけだからうんおな出しちゃったでうんそれ,それでそれで後藤それでどうしたおんなだしちゃったといやまだ出てないまだ出てないここで UC 流さなきゃまだ出てないぞわらわら <laughs> それで担任の先生が何かさしてくれたのか知らんけど <laughs> トイレ行きなさいって言われたんですよ <laughs> はいはいはいえめっちゃ有能やん担任の先生めっちゃ有能じゃんはいはいそれでそれで めっちゃ有能じゃんはいはいはいそれでいは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 ナイスはい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 ジいは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 い先生はい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 よね。はい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 はそれいは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 プレイはいはいはいははいはいはい 先生、グラッチェ先生、グラッチェそれな、先生マジグラッチェやなそう、グラッチグラッチェ絵文字、合図以外禁止合図値以外禁止でも、<の>出し切っても、まだお腹痛いって先生に言ったら <laughs> お前今日帰ったらって言われてお前今日帰ったって言われた先生いい、プレイハーいや、まあまあ、お出し切ってもお腹痛いって言ったら帰れって言われたやなうん、それでそれでお前帰れって言われるの <laughs> 今日帰ったって言われた先生、生先生いいけど<あ>、ま、ナイス ナイ,スナイスやねうん。ナイスナイス。先生ナイスやねじジッー,ーやねいいやつや。先生いい先生や。先生 GG でしょ、これ。先生 GG じゃないこれ。うん、それそれで。帰れって言われて、まあ、家帰ったんじゃないのこれで。後藤は。それそれで。みんな後藤の。先生 G G、GG。先生、グッチョ。ジッジー。ありがとうございます。先生、ジッジー。うん、それそれで。で、てこと、どうしたんや。先生、それどうしたんや で、後藤は家に帰ったと。後藤は家に帰ってどうした後藤はいいタイミングで入れてくるな。ポ,ポポポって打つんじゃなくて、ちょっとずつ区切っていくね、お前は。ほうほいいじゃないの。あ、それでそれでちょっと後藤の話が気になる。続きは気になるんだけど。先生、グラッチェ。後藤、早く早くお前は撃ってんのか後藤。カモン、カモン。後藤、早く後藤 そ,それで帰ったんですよ。そして,そして病院で見てもらったら、これはもうちょいです。<って S 1> 医者に言われて、しばく入院すれば治りますよって言ったから、入院したんですよ。ほ <laughs> う。あ、普通にもうちょうやったよな。やばいじゃん。うん。まあ、入院すれば治るよってことか。はいはい、それそれで。もうちょい。もうちょうやばくない普通に。もうちょいって,クソいてえでしょ。お前、よう我慢しようとしたな。もうちょをよく我慢しようとしたな、お前。<ば>お前、粘り強くね やばくないもうちょいやつか。くそ痛いよてえよ、もうちょい。も,も,もうちょくそ痛いてぞ、たぶん。俺、なったことないから分からんけど、くそ痛いっていう話を聞くから。ええー。大変じゃん。予想外。ことの話を聞くから。もうちょいやばいよ。それそれでもうちょいやばいぞ、普通に。はいはい、はい、それでそれで入院しちゃったと。卒業の二日前二日前にもうちょうで入院しちゃったと。はいはい、それでそれで う先生、本当に神や、ね、下手したら死んでたかも痛みで死ぬらしいから、血跡にはな,りたくないもう。いや、尿道結石はりたかない。いや、尿道結石絶対痛いよな。あまあ、全然関係ないけど関係なくなっちゃった。それ,そ,れでそれで入院しちゃったんですよ。はいはいはい、それ入院しちゃったと。うん。そうやなそれでどうしたこと入院しちゃったと。うん、それで,それでう,んうん、うんそれで,それで入院しちゃったとことは子供は 卒業まで2日間を残して告白しようとしてたのにもうちょいやって入院しちゃったと。いはいはいはいそうですね。な,なるほど。なるほど。いは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 卒業二日前で入院したっはことは卒業二日いで入院したとはい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 それで。いはいはフィニッシュいは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 れはそはで

いやいや、まだわからんぞ。まだわからん、まだわかんない。みんなまだわかんないよ。一発逆転あるから後とは。もうスペシャルな男やから後とは。一発逆転あるよ、これまず。後藤なんかな、うんこの話というよりもう中学生のイメージしかないんだよな。高校生と思えへん、この前は。高校生じゃないもん、マジで。電気しとかと比べると全然<あ>。は <laughs> いや、それそれで。あっ、さし。はい、はい、それで。5時11分。 いやまだわか,<あ>からん、まだわからん、まだ分からんぞどんな意義くねんだ詳しく調べるためにレントゲンで調べてもらったんですよ <laughs> そしたら医者があなたのもうちょうに長いですねって言われて <laughs> あなたのもうちょに長いですって言わて <laughs> お前どんなもうちょっと。<laughs> そんなこと言われるかいっしゃ普通お前もうち異常に長いですって言われたそれは草やば異常異常に長いってわらわらそんな長いのお前のも切りますかって急に言われたんですよえぇ、ー お前のもうちょうやばくないやばーくないやばくないー半もうちょうそんなにあげんのお前。あそれそれでええもうちょくそ長いってことそんなやついんねや。そんな人間おるあそこも綺麗。いや。あそこ切ったらあかんや。<laughs> あそこ切ったらあかんでしょ。おあそれそれでそれどうなったのうん。 やばいやでも告白したかったとことはことは告白したかったけどわらわら病院に行ってレントゲンを取ると先生にもうちょに長いですって言われたんよねいいあウェスティンさんお疲れちお疲れちっち。あいドルスボクシンさんこんにちはそれでさすがに怖いので切らなくていいですって言ったんですよ <laughs> 切らんでいいですって言ったあ切らんでいいって言ったんえじゃあ入院しないやんはいそれで切らんでいいって言ったんやいやさすがになあなたもうちょ長いですよって言われたけど切らんでいいでって言って言ったんやおそれで だ切らないといけんかこんばんは今来ましたあっ早いとやつはこんばんはやりますねそしたらこくる予定だった子が来てこくられたんですねハッピーエンドハッピーエンドかもしれんねこれいやまだわからん後藤これハッピーエンドあるよねこれねはいえー切らなくていいですって言ったんはいそれでどうなったのお医者さんはなんて言ったのそれで切らなくていいんでしょいやまだわからんまだわからん何を話してんのいや後藤のなんかあのあの恋愛話なんですよレスリングさん で、後藤が卒業する2日前に告白しようと思ったんですけど授業中にお腹痛くなって病院に行ったら盲腸やったらしいんですよ後藤の盲腸の, <laughs> の,の話です。で、マジベンな話。全然エロティックな要素なくね今。ある遅いそれ,それで。後藤の話が気になるな。<laughs> 後藤どんだけそうい時間かかったんだ、ね、お前。後藤。 くはいご<う>、ま、いは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 はいはいはいははい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 はた。はいはいそ、ね、はい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 ていは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 はいはいははい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 ははい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 いいはいはいはいいんや、えー、ういは、まうん、いはいはいいいは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 いいは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 いいは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 いん。うん,うんこじゃないよ、いは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 い 最近の高校生うんこ好きやな本当。もうごとうと後藤に始まって本当に。うんこっこう。うんこっこうじゃないよ。まあまあライクはまあ小学生だからいいとしても。うんこっこおちが見える見える。見える,見えるか。運がドバ言われたんですよ。それで二日後くらいに入院終わったんですよ。でもその時。でもその時？次は切るんだからね絵文字。絶対。アンタのために切るんじゃないんだからね。とにかく使ってくれると助かる。とにかく使ってくれるんですけはいそれで言われたんでそれで二日後くらい入院終わったんですよ。でもその時。はいそれで。 でもそん時うん。あんたのために切るんじゃないんだからねって,って、積んでれ。ほう、それでクソがどば、ま。頼むハッピーエンド。<laughs> ハッピーエンド来い。ごくりながら漏らした。え <laughs>、そうやったらおもろいけどな。さすがにないよ。いやいや、わからんぞ。ブリ d じゃないよ。まだわからんぞ、お前ら。お前ら漏らさせるな、ごとごとを漏らしたか、わからんだろ、まだほう、それで。後藤のごとどうなった、それで。 結果後藤はどうなったんでしょうかさあ、ゴトうんちょこちょこちょこピー。うんちょこちょこピーじゃない。うんちょこちょこピーやろ。<laughs> そうやろうってなったら、米君くん。<laughs> そ,うそうそう、それでどうなんだうんちょこちょこピーでしょ。はい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 。それでちょ、ゴトウ、ゴトはどうした懐かしい。うんこっここっこっこピー。<laughs> もう小学生じゃないくん、完全に。 もう顔じゅふんまみれやふんまみれ顔じゅふんまみれやこれで、ことどうなったこと。教えてくれ俺に卒業式もう終わっちゃってるから祭りのなるほどなほうみんな盛り上がってきたぞみんなたまらねえぜしようと思ったんですけどしようと思ったんですけどほう盛り上がってきたぞ運を感謝したのおーそうしようと思っちゃったけど盛り上がってきたこれこと。絵文字相図地以外禁止おー来たぞこれ 急に急転換きたこれ。後藤急転換きたこれ。おこれ来たぞこれ。おこれ来るぞ。えこれ来るぞ。流れ変わった。う来るぞ来るぞこれ。あ卒業式したんで。業式に間に合わないから祭の日に告白したと。お隠れじゃ流れ変わった。流れ変わったねこれ完全に。おおこれ来るぞ。はいはいそれでそれで。 高スタイル止まるんじゃねーぞその子が他の男と付き合ってました。<laughs> そんなバッテンで言われその,好きな人のライン持ってなくて、告白できなかったんですよ、ね。だから、他の女子と遊そ,ん,そ <laughs> ん,とと遊んだのがラインの子。あ、ラインの子えぇー、そうなんや。そのスキルはライン持ってなかったお前。んで持ってないね。えライン持ってないの子がそうしたの結構チャレンジャーやな。子と遊んとにゲームで送ってきたやつは 他他の女子と遊んだってことえっ後藤ってお前今、高1お前。高 1? この前の話。へぇえ好きな子を持って歩いて、ここができなかった。え、うん、うん。うんあここができなかったから、祭りに誘えなかったってことでしょだから他の女子と遊んで LINE の。ええ,お前えちょっと待って、これ。最近の話後藤、それ。えお前、最近の話なのこれ。そこから後藤と LINE の子の新たな恋が始まる。<え>後藤とズチャャレンジャー後藤と女の子は交差するとき、物語は始まる。 どういうこと？えごとわかんねえそれ。どういうこと？その好きな人のライン持ってなくて告ができなかったよね。新たな出会い。えまた違う子出てきたよこれ。他の女子と遊んだ？のからインの子。えごと何？これ違う子出てきたのこれ。え好きな子 A 好きな子 B ってこと。好きな子 A に告白しようとしたけどライン持ってなくてできなかったから好きな子 B と遊んだってことでしょ？でそれがラインの子ん。ラインの子？遊んだのがラインの子？ん？ん？うん？ちょっと待って。 だから違う子に告ろうってなったはい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 はういは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 いっいは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 なはい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 いはいといは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 いっいはいはい えっこ,これむっちゃ昔の話じゃないのこれ最近の話これ違う子違う子ってきたとえっただこれ何近いでこれえっでもこれ絶対あれやであっねから進むなんて珍しいのののの話話ななかか恋愛の話なのか <laughs> 全然わけわからんそれな盲腸の話やったのに恋愛の話になってあっそうなんや 一途やないんかい <laughs> でもこれ見たらこれご好きだった子を諦めて違う子に乗り換えたってことやろなるほどな違うんこ盲腸にガチ恋した話盲腸にガチ恋した話盲腸にガチ恋は映画が決定やな昔だよゴジッた。って言うとしたけど君たちが勝手に盛り上がるからゴジッたって言えなかった <laughs> 言えなかった <laughs> これは盲腸の話です昔の話でしょ盲腸と恋愛は神秘盲腸と恋愛は神秘盲腸と付き合う もうちょっと。決勝盤ちゃん。ゃんこれ出てくるんちゃうこれ。もうちょっと付き合うやつあ、でもゴチでしょあ、昔の話でしょ後藤あ、そうなんや。結構昔の話でしょいやっけん、ゴトお前が俺に送って、ゲームで送ってきたやつとはまた違う話でしょ後藤え、ゴトこれお前が送ってきたやつは最近の話でしょで、今話してるのは昔の話でしょなんか俺はこれ別の話だなと思ったんやけど、違うんかねこれは別の話じゃないの後藤二 2>, 2年前。でしょ はい、まずリスカしなきゃ使命感。働け単細胞。働け単細胞。<laughs> リスカしなきゃってなんだよ。あ二2年前の話。えじゃお前、高二なんいやお前、高二なん <laughs> やば。お前、高二なんやばくないお前、最近の高二ってこんな感じなの。人によって違うな、なかなか。えー、じゃあお前、電気違うののはミスで他の子ねあ、そうでしょそういうことやろごとさベ後ごとそういうことやろあー了解了解、理解した、理解した。他の子ってことやろ 俺昔の話だと思ったからさ、急になんか最近の話とごっちゃ,しごっちゃになるけどさ、へってなってん。これ昔の話じゃないのってなったんや、ことが送ってきた LINE のやつは。オッケーはい、完全に理解した。えぇ、ー、いや、こと面白かったよ、ことありがとう、こと面白かった。こと普通に面白かったよ。あ、ほんとやっぱいいね。い恋愛の話いいね。こんばんは。はい、サトさん、こんばんは。え <laughs>、またこれ、我こそはちょっと恋愛話持ってるぞってやつおらへん。我こそ俺の恋愛話聞かせたるぜみたいなやつおらへん。 全然聞くでサトリさん、とりさん、こんにちは。いやさ、話まとめるのが苦手。まあまあ、難しいよな。みんな、さ彼女のいる人って告ったの告られたのはいはい。バイトつけた、お疲れ様です、バイト。バイト疲れた、お疲れです。説明するの苦手いやまあコメントだと無いでいわ誰か恋愛話持ってる恋愛話か。なんかあるかな俺、ちょっと思い出してみるか。ん、なんかあるかな告られた。 説明するのが面倒いしょ。クラレタラと初デーラに振られた話か。コクラレタコクラレタコクラレタコクっとく？コクラレタ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 ん行こレこコかラレタコクラレタコクラレタコクラレこコクラレタ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 コられたけどクラレタコ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 クラレタ え、分からん、こ、こ、こもり。こおり。船長でもいい。って言ったら殴られた。胸触ろうとしたら。え、胸の先ちうの。初デートで振られた話して。お前胸。お前胸。送られたけど振った。やばいな。名前戻します。名前戻します。あ、さとりが、まあ、上々通貨。思い出したわ。後藤草。もう忘れるわ、後藤草。美琴。みこと後藤草。美琴って読む、それ。え、これ、美琴って読むの。えー。

怖いそれとりあえず恋したいな。いやそれな、とりあえず恋していわ。恋したい、ほんとに。もうちょあな、ね、またくもほんとにもう。僕しかもんと今は二次元しか興味ないんですけどねわら分かるわ。高うしゼロでゼお前と同じだよ。ただ腹痛、腹痛くないからすんだそうなん。 いやもうたかどうかわからんからなとりあえず俺は信じてるけどちのちゃん可愛い,いちのちゃん可愛い,いな恋愛の話かなんやわ、まあ。ぁ告られて俺も好きだったから付き合ったらほぼすべてが狂ったマジで潔癖症だからキスとかできん後藤お前潔癖症なんそんな感じでえ六夜の話聞こうぜところがどっこい現実だよみんな六夜の話聞こうぜコロスケさんの恋バナは俺ないんすよね二次元さえあればいいんですよ あ、勃起の話。それそうなん。そんな感じの言い方すんの？俺の声はないねんだ。いつもキスされてたな。<当>あっちからえ口に。ほっぺでしょ。さすがに小学生だったら。小学生の時が一番モテとったな。中高はもう闇の時代だったわ。6夜 <laughs> の話聞くか、6夜の話だとね。ます。デビルサードおやすみえ6。夜の話聞こうぜ。 れ俺も好きだったから好き合った方をするだえなんで狂っちゃったのここからは六ヤンのターン六ヤン行くか六ヤン何がダメだったのなんで狂っちゃったの何が狂ったの6ヤン六ヤン六ヤン来い何が狂った面白いことしてんねえでほっぺ肩を押しこっちゃあこっぺでしょライク辛そ,そうやわな絵文字合図以外禁止絵文字たまに口 G4 イコール等速直線運動左矢印 最近はいろいろな女の子がはいている。はいはい十一の時あるはい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 はのはいはいらいは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 んはい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 はき合ったいは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 いちいは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 いそいでいは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 い でまあ付き合ったとうんうんうん、うん、それでうん、うん、それで僕やんまあ付き合い好きな子だったから小笠で付き合ったとそれでどうしたそれどうなったうんうんそれでおうここまではいいぞ俺も悪いけどそれでうん俺も悪いけどそれでどうなったの付き合ったけど何何何があるの怖,っなんか怖いねんけど大丈夫普通の話これ それ,そ,れそれでそれでるうんうんこそれで。うん <laughs> まったり <laughs> ああでもね、付き合って、そっちのほうが楽しく、そっち、女の子と話そうが楽しくて、部活をサボってしまったと。はいはいはい、わかるよ。六やわかるよ。悪いけど、それで部活サボってしまったりしちゃったと。はいはい、それでわかる、ここまでわかるよ。うん。みんなここまでわかるよね。うん。それそれで完全に6やのターンやな。ほうほう、それでそれでそれでどうなった六 ?6 や

彼女いいて,、えー、て楽しゅうなわわらわらまあまあちょっとあのロクヤンくんは女の子に夢中になってしまったとロクヤくんは女の子に夢中になってしまったとそれそれでそれそれどうなったロやんくんはお女の子に夢中になっちゃったとゲームしたか部活やせんの結構悪いやつ女ほうそれで 俺も部活ばっかだったな。休んだら切れられるし、コーチ顧問に。ぶっちゃぶち切れられるし。それでそれでそれでどうなったんよろ、六やんは。勉強したゃと母に怒られたり。まあまあ勉強してたら怒られるよな。うん。それでそれでちょっと続きは気になるな、六やん。まあ女の子無夢中なるのはまあ若気の至りだよね。うん。練習しなくてもスタメンだし、わら。あ、そんなにうめえんだ。へえ。 ほんまでカピバラの家計はサッカーうまいのなんかあるんか。それでなんだっけ、えっ、ー、と、なんだっけ。あ、六やんか。六や,やん、六やん。部活やりごたえなくなったからやめた。認めたくないものだな。若さゆえの過ちというもの。にってこともあったな。部活終わったのかと思って。いや、それは意味わからん。ごと、それ意味わからん。今より絶対うまくなってるって思って。この時間ゲームやって、今自宅やって。ここは、ここは。マジでクソだったな。<laughs> いやーそれはまあ分かる彼女と別れた、うん、次の日ラーメンをおごってくれた連れがマジで神だ <laughs> 連れって言い方すん野球ですあああそっかゼロタツアー野球かお前も野球なの弟も野球じゃなかったっけあそうなんカピバラも野球でしょはいそれでで六クヤンは六クヤンはどっちだエ合図以外禁止エモジえ六クヤンそれで六クヤンどうなった六クヤンロヤンの話終わってないぞそそうう。はいはいはい六クヤンの話がまだ終わってないぞで六クヤンそれでどうなった 6やの話を聞こうか。みんなも6やの話耳傾けてるからこれちゃんと。でどうなったの六ヤンはそして六ヤンはどうなったんだなな時間戻したい。時間戻したい。その期間ゲームやってめまして、も部やってもってこうかい。ほう。勉強しなきゃっ母に来られたり。<け>うんん、うんうん、うん、で、時間戻したい。ええ おそれでえー、っと、その時間ゲームやって今、おおおおおそうかどうう、どういうことだ、どういうことだ、ついてえ<っ>いけたいけた結局、その女の子に夢中になりすぎて、いろんな怒られたりして、その期間、ゲームにやってたら今より上手くなってるし、その女の子とずっとおった期間、違うことに使っとけば、もっといろいろできたよっていう話かな。っていうのでいいんのかな。っていう認識だってる、俺の。6やん。え、ちなみに6やん、そういうことはなんで分かれちゃったのそこを聞こう、みんな。 よくやん。ちなみにそのことは何が原因で別れたと。そこを聞こうか。じゃあ。話し飛躍したから <laughs>。なんで別れちゃったのかな。女のせいで人生狂ったてこといやでも狂ったとほじゃなくない。俺もっとなんか壮絶な恥があるかと思って。いや、なんか頃に意が聞きたいって言ったから、適当にはなしただけ笑う。笑あーなんや。そう、本当？まあ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 。えー、でもなんで別れちゃったのかな。な、んだと。 <laughs> なんだと <laughs> 大勢の人つらいたぞ今17人つらいとるからこの話であほんとびっくりした人生こう狂ったってもっとなそういつの話かと思ったら天候で振られたあ天候な天候なあ天候は,大丈夫はしょうがないわあほんと当。えー、天候で振られたあらあらあら でもなんか中学とかだとやっぱ、ね、なんか彼女いるやつのほうがなんか偉いみたいな風潮ない本ユニッケルちゃんに恋してる。いやー、強烈お前は平和やな。マジ,ナイスマジナイス。でもやっぱりなんか彼女のやつのほうがなんか偉いみたいな風潮ない。あのー、中学とか高校時代って。女は男を狂わせる。女は男を狂わせる。でもやっぱ女はね女性はあれじゃないやっぱ男を近いしころ最近は画面に恋してる。画面に恋してる。俺間違えて知らない学校を通ったことあるよ。 みんなもあるでしょお前ポケすぎだ、ポケツギだ、ポケツんだ、ポケーチャルい、おい、おーおい、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 ちい、お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 私おい、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 え、えおい、おい、は何に恋したの？ じゃあ今度カタロスのターンかな。カタロスは何人恋したの？ほうどうしたカタロス？おえお阿部さお疲れ。カタロスは何人恋したんだろうか。そこの話を聞こうか。二十代にして初恋。ほう何を恋したの？ラメンの。俺の幼馴染み青花のヒロインの一人と名前全く同じ。同じ俺の彼女色は。<laughs> おいゼロツ違うぞ。俺の彼女が色早い。<laughs> 早 <laughs> 早人間に恋した。俺の彼女意識早いから。僕の彼女人間。 人,人間、まあ人間なあいや,いやいや、そりゃそうや。人間にうした。ほぉマジでカタロスほんまにカタロスほんまにいいじゃん、カタロス。それいいじゃん、素晴らしいじゃん。え、ちなみにどういう人それは知り合いでしょうか知り合いかな元女性恐怖症やねん取りまして。心霊動画見よ 全然で恋がってく恋した画面に映るし、いろんな声が。まぁ、もっと女性が言うての,のはいはいはい、はい、画面の中の人間。いやいや、カタロース、今人間に恋しを言ってるから。いや、わからんわからんよ、これは。ガチの人間かもしれん。おお、それでそれでンンンええ、いいじゃないですか。いいやん、カタロース。それはもう、行くしかないよね。え、連絡取ってんの カトロス、連絡取ってるどうなるでしょうか目の前の人間に。いや、いいな、俺も恋してよん当。くぅしていいんです恋していいんですはい、それで。ちょの同期生、はい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 、いいじゃないですか。俺の初恋は、鏡見た時。どんな、どんだけやねん。お前どんだけ次元に恋やねん。知ってる。佐藤りさとりそれ知ってる。連絡は取ってない。<laughs> 楽天カードマンカードマンむむいいんです楽天カードマン,むむいいドマン連絡取ってあマジかじゃ連絡取るとからせないかなわかる女性恐怖症せやんじゃあコロさんイロハもらいますねおい悟りふざけんなイロハ俺のもんやふざけるな俺の初恋は加藤めぐみ加藤めぐみああれかアニメかわからわから加藤めぐってアニメだからいやあれも俺なーおい今度で吹かない恐怖症治,治ったけど後遺症みたいなので異性として見れんかったんねんへえ<ー>そうなんやンカットマ 俺の初恋アスカキララアスカキララいやーごとーいやー俺も嫌いじゃないなおおい,おいふざけんなお前やん。もう俺のいろはすおかすおかすおかすなほんとにいやでも俺はね誰が好きかな俺深田恭子とか好きなんだよねいまだに深田恭子とかトツカおかしてくる最近だっ誰が好きかなートツはまんまニってやつあんま好きじゃないニシくんってやつあんま好きだニシくんってなでもなあたまたまあったんやけど不意にずっきゅんてなえー じゃあもう連絡するしかなくないこの前はありがとうみたいな。俺の初恋に決めしましない。ゼロツーキーもいよいとこの俺が言う。え、じゃあみんな、あの、カタロースがその。僕の初恋、今の彼女。あの、カタロースがその初恋の子に送るラインの内容を考えようぜみんな。カタロースがその子に送る初恋の <laughs> ラインの内容を考えようぜ。何やろうあ、いいやないか、カタロース。え、えい、ー、ちゃん、<ー>そうなんすか みんな考えよいいって思う子全員。ラブ女優でちょっと悲しいいやー、ビ b j 可愛いからなことな。えー、カトース、なんか送ったらいいやん、LINE。え、LINE はしてんでしょ、カトース。LINE 知らないの ?LINE してたら LINE の内容考えようぜ、みんなで。どうすりゃえ,えんやえ、カトース、LINE の内容してんのとりあえずデートに誘う。まあ、あデートに誘うのはちょっとあれやけん。まずは連絡を取るとかじゃない取ってないなら。まず前段階を踏まないと。 普通にこの前は,はじめこの前久々に会ってなんか話して楽しかったとか送って,ていいんじゃない今何してんのとかさ送りいんじゃないいやそれは絶対に俺送った方がいいああ <laughs> これライやばいわお <私 S 2> いお前らめちゃくちゃいいなああすずるさんこんにちははしてるよおお何してん<ー>の下ヘ チャスじゃあ、普通になんか、今度、なんか倉庫って、てるよ倉庫何が好きなの今度、じゃあ、ご飯でも行こうよって言ったらいいやん。ちょっとこ、この今度、はまた詳しくは、なんかいろいろ聞かせてよとか言って、ご飯行こうよとか言ったり送ったりいじゃん。え、カトラス、それ2人でご飯とかは行ける仲なの ?LINE で, <laughs> で告かがやめた方がいいな。うん、気持ち伝わらんしい。そう、スーイズは恋愛ですよ。とりあえず最初はご飯とそう、A ちゃんの一人り、そうじゃない カトロスまずはご飯二人で行ける中なるとから始めたほうがいいじゃないちょっとまずいきなりいきなり言っても分かるでしょ直接言わんのこれ電話か直接がいいかな個人的にうんご飯一個。でもあっちそういうキャラちゃうからでもあっちそういうキャラちゃうから速攻バレンなぁいや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 僕はもう恋愛はいいです笑。らえスルちゃんにさもカタロスカタロス本当ねキャラとか気にした瞬間あかんでキャラとかないからほんまにキャラとかぶち破ってこほんまに キャラ、キャラキャラってことで行動制限してる、マジもったいないで。カラーあかん、もう。キャラじゃない、かたおす、そんなんじゃないから。え変えてこ。変えてこ。言わなきゃ、何も始まらんぞ。そうそうそう。絶妙な距離感なんよね。ああ、まあ、絶妙な距離感。でも、絶妙な距離感やったら、詰めん限り、全身はないで。で、詰めて、二人で行くのが恥ずかしいなら、友達とかと言ったら。それ,それもある、それもある。よし。人間さえあれば、俺は生きていける。とりまし、ね。話についていけない。 今っめっちゃ心霊動画送ってくるやん。おス今撮って早いな。ちょっとお前、コード早いな。でもまあ、お<う>お、すごいぞ。みんなカトース応援しろ。みんなカトース応援するんだ。今から。2チャンネルみたいになって昔の昔。お前、電車男かよあ。みんな応援しろ。みんな応援しろ。カトース応援しろ。お前、電車男になってるぞ、これ。行ってこい、行ってこい。俺応援するぞ、お前を。いや、振られたとこで大丈夫やから。振られたとこでダメージないねタロース,タロース振られたとこでそんなダメージないから。 ガンバガンバいけゴリ押しゴリ押しゴリ押しドラムガンゴリ押しみたいなもうん。万事いけ万事俺普通に二人で祭り行ってたけどいや後藤お前とはメンタルが違うねことお前と一緒にするなラブは無理じゃん気にしなくていいけどカタロース急に彼女ができたら悲しみにしないで当たって砕けどいやでも当たって砕けたら当たって砕けろ 砕けちゃダメか。砕けちゃダメやん。六ヤンやばい。六ヤンもやばい。あ、最近ですね。お送ってきた。ありますえやば。送ってきた。えすごい。好きな人と話すとって頭が真っ白に。カタロスグラッチ。砕けんなカタロスグラッチやねこれ。みんなカタロスグラッチ。グラッチカタロース。カタロスグラッチやね。いいぞいいぞ。いや多分その絶な危惧種のやつら。ご飯だけを断ってくれないことないから実際。ご飯だけでしょ。 相当やで大丈夫やからかご飯だけで答えるような女性そんなおらんしそんな人はラインもせんから,らいやなんでやねんいややんでやねん gg 国連はまだ早い,はまだ早いちゃんと距離縮めてから国クと成功確率がめちゃ低いよ GU これも GU やねんことねいやまあでもすぐすぐ混んでるさすがにあのあれ返信は GG、ジージーすぐ来たらやべえけどな。コロさん、やってください。なんでやねん、無理や。電話かけてきた、やつ、ワンチャン、なるかと思ったけど、男と二人で、この前、遊んでたからもういいや。は <laughs> よっち、マジか。頑張れ。フラれても、コロさんがいるからね。いや俺は別に振られた時のコんにはならんと思うけど。みんな、みんな、みんなみんな祭りや祭り。お前、カトロース、GG で打っていけ。みんな、みんな、カトロース、G で打っていけ。G。あ、3回目だぞ。あ、3回目がいいって聞くね。あ、こういう,こう,いう話を俺は期待してないの。あ、みんなな。 そう、下いったとかね、めんどくさいからもう、こやし合や、福岡かい。とりあえず、このは女の子と、男の子が欲しい。はいよ、こと、何をしろ、何をしろ、何をれろ、何をしろ、何をしろ、んをしろ、何をしろ、何をしろ、何ジーろ、カタロス何をしろ、何をしろ、何っしろ、何をしろ、何ースろ、何をし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  いや、剣がガもう死にかけや。みんなありがとう。みんなありがとう。頑張れよ、カタロース。いや、いけるでむちゃ。いや、いけるかどうかわからんけど、いかない。一回、フラレンツさ。フラレンツさ。わからんよ、ほんとに。カタロス、GG。ダメやったらダメやった部分を分析して次に行かせばいいね。うん、そう、GG。それを言わんかけ、それなんか、前に進まん限り絶対成功することないから。リスクを犯しても成功取りに行くんや。 カタロースキリング・アルアー・カタロースこコーク・サ・カタロースタローうんこジジジー・カタロース・ジジー・ジャネオ・カタロース・ジジじゃねえわカタロース・はまだ分けよ・カタロース・二十前半だろカタロース・えー・よかったじゃんカタロース・カタロース・はまた一歩成長した眠すぎて僕の頭がうちのタマ並アウそれはやばいカタロース・さんジー・サンジー・ソレナ・スカシネタ・ク・ナイ・マジ・電車男じゃん いや素晴らしいね、皆さん。いや俺は俺は一人の青年があ恋愛に向かって立ち向かっていく様子を俺はこの目で見た。いや、その通り、GG だね、本当に。いや、俺はカトロースの恋愛がぜひとも成功してほしいこと俺は願っているカタロース強い心を持つよ。そう、メンタル、メンタル。は成長するこうして人は成長する。相当成長した、今、ま。今、カトロスはかなり成長したはずや。そう、こうして人は成長する。間違いない。その通りや。いや、これグラッチやね。でも、今寝てるワンちゃん。 うそうやな。一日,日ずっとバイトだから、寝ますね。はいお疲れ。さとり、お疲れ。お疲れカタロースさん、GQ キューオーツ、ひとかりいこうぜ。いこ,こんな恋愛したかったです。いいね。カタロースさん以外も、流れに乗っていくべきビッグ。カタロースは二十七レベル成長した。カタロスは二七レベルに成長した。カタロースは成長したな。いやー、カタロース成長したな、これ。これはいけるぞ、カタロース。これはもう、本当らしい。グラッチェ。 カトロスグラッチ、えー、すごいね。でもそのそのね、勇気を出したら本当大事だよ少し落チる本当にね、勇気出さなと何もん o e で n t k n o が。パワーしてるから、行かなあかんそ。そう、力こそパワーでしょ、うお疲れし。れよ誰が、えー、それをつかれ。何だ <laughs> って、俺はカナシーケットを。俺は俺は悲しいけどットを。さ俺はカナシー俺はカナシー俺はカナシーケットを。俺はカナシーケットを。俺はカナシはカナシーは うん、しかし愛することを怖がっていたら何も得られないえなんかカプリコがちょっと真面目なこと言っとうぞみんなあんなにふざけとったカプリコ君ちょっと真面目なこと言い出したぞいやその通りでも本当にそう通りだと思うで青アシラ倒してこい <laughs> 青アシラクソ雑魚じゃん <laughs> 青アシラクソ雑魚でしょ <laughs> 青アシラはクソ雑魚やなーデート中挙動不審にならんようにないやまな、まあ、まあならんでしょう談です誰の名言だ そ相談何やカプリコ深いね。うん。しっぽ切って役目でしょ。え、何相談ってなんすかで中挙動不審にならないような。それなしっぽ切って役目でしょ。しっぽ切って役目でしょんいやーでも恋愛いいね。やっぱり恋愛は人を成長させるね、たぶん。頑張れ、カトロス。お前がナンバーワンでカトロス。ラブホ止まった話する。 えー、お前まだあんの。学校でもう女子怖いから、無理って発言したら。ホモ説は出たんですけど、<laughs> どうしたらいいですか。いやいやいや、それはね。人生は冒険や。あ、じゃあ、スルスさんのさん言って、後藤太鼓が。え、ホモ説流れた。よっちゃん。いや、ないよな。俺、あ、わからんな。俺、その経験ないから、俺、常に女好きって発信してるからな。いや、俺は女が好きは女が好きやって言っとから。そんなことならんからな。どうなんやろう。ホモ説流れた。 まあ別に、鈴ちゃんのやつはこもってないならいっちゃない困るんやったらほぼじゃないって弁解せない,いかんけど困ってないんならほぼってはっことでいいんじゃないあと、6月に分かれたばかりへぇ<ー>わちこりいんむごろく使って行けえ、でも分かれたばかりな彼女の家になら泊まったことある ラブホに泊まる方法の聞く。の聞く俺の感情にいいなと思ってる。役に赴キャラで撃っていくのもあさんが教えてくれる。よねさんが教えてくれる。教えてくれるこれ。じゃあ俺お姉を幼なじみの家行ってくるからバイバイ。ちょっとね。それじゃ待ち焦女子の胸見ていけ。じえー、じゃあこれ後藤の話聞くか。じゃあみんなごと話聞く。ラブホに泊まる方法の話。じゃあごといいぞ喋って。後藤喋れ。後藤いけるぞえちょっとね。あじゃよねさん行くか。よねさん。よさんおる。 ヨイさんおるんやったらヨイさん俺のクラスにもういるんだよなえ、ガチホモがいいのガチホモがいいとしたらガチやばいよな。へえー、やば。じゃあちょっと真面目にちょっと後藤の話聞くか。後藤喋っていいぞ。みんな後藤の話聞いたって。ラブボなら任せろ。ラブホなら任せろ。そんなラブホに自信に行きなガチホモもいの、ね、ガチホモおるんまあまあでも最近現代ではガチホモいてもな。まあ,あ,あガチホモないんやぐらいで終わるからな。 昔と違うからなさあこといいぞしゃべってどうぞことこといけことてかボクシングさんの動画100歳で超えたんだが3時間ぐらいでやばどんだけえどんだけ見とんで、ね、もえマジかあやば逆にみんな男子のことで好きでいつも男子に可愛いって言われるおれしいえ 逆にみんな男子のことを好きでいつも男子に変いてる。怖くないそれ。ま何やねん何,何やねん<ラ>ボクシング生放送で言ってたからな何を誰何を何を言ってたの静かにすれば泊まれる。<laughs> 何を言ったのそれ、普通に泊まる方法やんけお。女性と泊まる方法じゃないんかい。そっちかと思ったわ。 完全にごどん、女性ってその方かと思ったら、そっちかい。あ、ほんまに。まあまあ、確かに、それやつでもまれるやな。まあ、家族で行けばな。ったったどほう。まあ、思んないわな。よそれは怖いね。あ、ほんとえ婚約話何それスーちゃんにさたこう。ことないスーちん行こう。スーさんの婚約話行きましょう、皆さん。婚約したらしいです、スーさん。 最高のいい国をやりながら見ている僕はステファノさんに。純潔の冒涜は創作の線に欠かせないってほざかれた。<laughs> 女性とラブダムに入る方法。かと思ったよね。本当は何やったんやん。じゃあ、スーチャイズの端っこか、スーチャんのターン。ここからスーチャンのターン。だって、みんなら生きかわいい、かわいい、言うんだもん。いい <laughs> よ、かったやん。可愛がらえそうやん。俺はあんまり壁ガレージも好きじゃないけどな。舐められると感じがするけん。

俺がトトトイイレでフォートナイト操作した話きいや、後藤、それみんな知ってるから。後藤、お前、その話みんな知ってるから。俺、動画したから、それ、後藤。ああ、それでどうしたんですずさん。最近、組は彼女と別れて仲良い同じようなこと、を恋愛談ね話してました。はい、それではい、はい、はい。ふんふん。ふ,うふんふん。それで、それでみんな、スーチャイズさんのあれ待ってる感じやな。それで、それで ?11 時見てるから今。 うん,うん、うんうんうんそうんそれそれで <laughs> 後藤のんかコメントがじわるんだけど <laughs> お前自由でしょそれ <laughs> はい、はい、そしてお互い2ゼロ後半に入って<で>相手がいなかったらお互いに拾い合うかって話になりました <laughs> マジで い,いいけどな。なので、相手いなかったら、そいつと結婚します。笑。はい、はい、てか六人目の彼女は、草、普通にやりちまる。<laughs> そんなん言うなことをお、お <laughs> そんな嫌だ、お前。ええー、そうなんや。まあ、いいんじゃないですか。ブルートゥースイヤホン<え>、充電器なくして死亡。あらあら。相手なかったらそっ結婚し、そいった気持まあ、いいじゃないですか。別に、二時後半でしょう。もう、それそろ、げんこしたいってなって。まあ、最悪、結婚できると思えば、いいんじゃないですか。俺は悪いことと思いませんけどね。むしろ、いいんじゃないですかと思います。 素晴らしいえー、そうなんすねあじゃあちょっとこのあたりでちょっと今回のいつか殺されるよ<あ>女に <laughs> 僕は結婚する前にティーは捨てないと心に決めてますえそうなんすかす、結構真面目っすねまず前日に雨漕いをしておくそ,<う>そしてデートに誘いいいタイミングで雨を降らせる、はあはあ、あそこで休もうとラブホーを提案しラブホーに入る <laughs> 左矢印これ女性とラブホに入る方法いやなかなか無理ないそれオッケーじゃこの辺りで十一枚さんご視聴ありがとうございますよければチャンネル登録高評価お願いしますオーマイグレディチーズそれでは See you next time バイバイみんなお疲れさん